TBS ラジオ玉結び玉結び午後1時になりました。いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、かえたまおです。こんにちは、水曜パートナー博多大吉です。さて大吉先生、はい、今日もゆるゆるとやりますかね。やりますよ、いつも通りですよ。うそうですね、うん、お天気はあいにくでもう寒いんですよ。今 8.9 度ですって赤坂。昨日あったかかったりね、一昨日寒かったりね、明日はどうなるのかね、そして明後日はみたいな話ですけども。こんなもんでしたっけね、春ってね。3月ってこんなんやったっけ。まあ、三寒四温って言われますから、うん、そのちょっと暖かくなったりちょっと寒くなったりという季節の変わり目ではありましょうがね。もうちょっと暖かいイメージありましたね。来週は僕の誕生日ウィーク、あ、もうこれは別に言うことじゃなかったんですけども、うん、毎年のねそういう誕生日の季節、今年はちょっといろいろあってだったんで全部そのあたり飛んでる感じがありますけど、うん、全然全然飛ばしてください。ただ来週の火曜日になるのかな僕の誕生日ね。いや毎年だから誕生日なんとなく覚えてるじゃないですか。あ、はい、うん、こんな気温だったかなっていうのはね。そうですね、今年なんかもうやっぱり梅林とかね、梅が咲いたなんて、うん、あんまりニュースも見ないですね、この時代で ね、うん、ね、でもちゃんと咲いてますけど ね、世の中ちゃんと動いてるんでしょう、うん、そうですよ、うん、我々番組にねちょっとね、はい、お菓子をプレゼントでいただいたんです、うん、どうしたどうした。こちら伊藤製菓株式会社さんから、はい、いつも楽しい放送をしていただきありがとうございます。ラジオネームラストマン、42歳会社員と申します。はい、おととしそして昨年と2月28日のビスケットの日に勝手に送っておりましたが、今年も我が社で作っていますビスケットクッキーを少しばかりですがお送りしますと。いや少しばかりで、仕事の合間コーヒータイム、皆さんぜひとも食べてください、うん、お菓子を食べるとちょっとだけ幸せな気分になります。人をちょっとだけ幸せな気分にできるお菓子は玉結びと似ているなとよく思います、うん、どちらもなくてもいいものだけどあると日々の生活が豊かになりますね、ということでいただきました。いやだからこれ量がさ段ボール一箱来てるんですよ。そうなんです、だからこういうプロがちょっとっていうのの量はね、そうそうそう、農家の方もそうですけどね、うん、全然ちょっとじゃないから本当にたくさんいただいて。そうね、だから毎年去年も一昨年も送っていただいて、うん、ありがとうございます本当、ね、ただ去年も一昨年も言ったかもしれないですけど、うん、今後はちょっと TBS ラジオの営業部を通してですね、いろいろ送っていただけたりするとなんか新しいお付き合いがね、うん、始まったらいいななんて、お菓子ねいただきました、うん、思いますけどね。わビスケットの日なんですね、2月。わ228、大きなビスケットだ、うん、あらこれかわいい。何センチぐらいだろう、15センチぐらいかな。昔あったなんか50円玉をかたどったチョコぐらいの大きさっていう、はい、うん、ものすごい大きいですね。わかりにくいかな。ちゃんとこうプチプチ穴が開いてて、うん、ね、ビスケットっていう。ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあね、うん、みんなで TBS ラジオ一同で、はい、シャワーをあげていただきたいと思います。そうですね、ありがとうございます、うん、我々もちょっとお菓子のようなね、うん、そんな存在になりたいなと思いますけど、はい、いや本当ね、さらっと書いてありましたけど、うん、お菓子も玉結びもあってもなくても困らないってちょっとだけ傷つきましたけども番組をやっている側の人間としていやいやいや、そらそうで、まあ、そらそうなんだけど、まあ、それになればいいんですよ、うん、お互いが心の中で思ってることであってお互いが確認し合うことではないような気はしたな、公共電波でねそうそうそう、さらっと言ったんだね。でもね、お菓子といえば私、うん、昨日しみじみおったんですが、何でしょう、やっぱりこう人間、うん、好みには統一感があると言いますかね。ほうほう、昨日3月3日だったんでひなあられを食べてたんです、うん、で娘が残ったやつを、うん、夜中にボーリボリボリボリ食べながら、ね、はい、ドラマ見たりして、ね、うん、食べてたんですけど、うんうん、あれ美味しいですよね。普段あんまり売ってないお菓子じゃないですか、うんうん、どのタイプ、口の中入れて歯ごたえがあるタイプ、軽いふわふわのやつ で、 ふわふわやつ、ね、でちょっと甘いのと、はいはいはい、そしてしょっぱいのがこう両方混じってるよ、ね、うんうんうん、いう感じな、ちょっとほぼほぼ白い砂糖っぽい感じの黄色とかピンクついてるんですけど、うんうん、わかりますよ、あのタイプ好きで、うん、それ食べてたらなんかこれなんかこの3月に限らずもっと売ってほしいなとか思いながら食べてて、うん、そういえば私子供の頃、うん、こういう砂糖菓子のカラフルな、うんうん、っていうの、山帽子、ソフト山帽子ほうってご存知ですか、うん、知ってたら違う反応してる絶対先生見たことありますね。でも食べたことあるんでしょうね。三角形の、うん、とんがりコーンみたいな形のでちょっといろんなピンクとか、うん、薄やわい色したカラーのふ菓子のコーンに、うんうん、砂糖が入ってソフトクリームみたいになってる。ああはい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 、はいはい、あの軽くて甘いやつ、うんうん、ああいうのに私本当に目がないんですね。なるほど、はい、ただ本当はあの、ま、真逆の人間もいるということを知っていただきたいんですけど、はい、僕はもうお菓子が、はい、この淡いピンクとか、うん、淡い緑になってる時点でちょっと食欲が湧かないタイプ、うん、美味しい美味しくない以前にちょっと淡い黄色は淡い黄色も、なんだろうね、淡いパステル系のお菓子は、あんまり
最近綿菓子にすらちょっと淡い色を乗せたりする、色入れたりとか、うん、ちょっとに苦手というか、はい、食わず嫌いですよもちろん。何ですか、うん、茶色好きですか。茶色とかはっきりしたのが好きなタイプかな。お菓子でいうと何が好きですか。いやでも今話聞きが思ったけど、やっぱ、はい、昔からの好みって変わらないよね。変わらないですよね。僕ね子供の頃からずっと好きで、今でも自分で買うのは、はい、海苔を巻いたおせんべいみたいな。うわおかき、海苔おかきみたいな、あれの梅のやつ、梅味。地味地味でしょ。地味だ、ね、子供の頃からめっちゃ好きで。いや最近ね、まあ、確かにお茶受けとかにあって、うんうん、悪くないと思いますけど、うん、子供の時あれチョイスしてました。結構好きでしたね。まあ親父が酒飲みだったんで、あ、まあ、おつまみとして置いてあったイメージがあるん で、うん、でそれで食べ慣れてるってもあるから、はい、だからスーパーとか行って、うんうん、結構何かお菓子買っていいよって、まあ今はもう言われないですけど自分で何かお菓子買おうって思ったら必ずあの梅あられ、海苔巻きあられ買うんですけど、割に高いのね。割に、まあ、手間暇かかってるでしょうね。あのパリパリした状態の海苔をきれいに巻いて、うん、巻いてなんか梅味を仕込んで、うん、結構ねほぼおにぎりですもんね原料考えるとほぼほぼ焼いた焼かないの差なのかな。そうですよね、うん、結構値段がするから、はい、おいそれとはなかなか買えないというか、はい、買うのにちょっと躊躇した時もあるんですけど、はいはい、うん、やっぱ好み変わらないですよね。あとポテトチップ系は必ず僕コンソメなんですよ。コンソメか、うん、ちょっと前スーパー行ってね、はい、結構大きめの、うん、やっぱもう今はニュースである通りもトイレットペーパーとか、そうですね、全然ないでしょまだね、うんうん、でかあインスタントラーメンがないの。あ、そうですね、やっぱりね学校が休校になってとなるとね、うん、ちょっとこうお子さんのなちょっとしたこう小腹を満たすためにとかね、冷凍食品もないの、うんうん、まあ、週末だったから結構そういう事態になったってもあるんでしょうけど、うん、はい、なのに人いないの、ガラガラなの。お、多分午前中とか昼間とかに見、僕夜行ったんで、だからもう買うものがなくてじゃないけど、うん、へえこんなことになるんだと思いながら、うん、なんとなくお菓子見に行って、うん、でそこで買ったのがその梅のやつと、うん、あとコンソメ。コンソメが発売中止とか言いながら、なんていうの、このプリングルのタイプ、はい、筒状になってるやつ、うん、あれは普通に売ってて、うん、あれで結構お菓子もこう出払ってるの、はい、みんな買ってね、はい、もう品切れを起こしてんだけど、うん、あのコンソメは結構、うん、頼もしく仁王立ちしたから僕はまだここにいるよ。ああそうですか、うん、家に連れて帰りましたけど、そうか、うん、あのなんだっけ、あのちょっと硬い、うん、棒状のそれこそビスケットみたいなんで、はいはいはい、ごまがちょっちょっ、はい、わかります、はいはい、なんだったっけ、ビギンズ違う、ギンビス、ギンビスだ、アスパラ、アスパラガスみたいな名前、あ、そうそうそう、うん、はいはい、わかるわかる、ビギンズってなんだ、え、それ好き、ギンビス結構好きです。そっちも渋いですか僕の梅のり巻きと何が違う、ギンビスはなんか噛めば噛むほどこう甘みもあるしね、うんうん、インビスね、うん、インビスね、うんうん、やっぱりそういうちょっと渋い昔ながら食べてたお菓子も、うんうん、時々無性に食べたくなるな、うん、鈴カステラとかも食べたくなる、鈴カステラご存知、うん、多分なんとなくわかりますよドラえもんの鈴みたいな、うんうん、分かる分かる、白黒に砂糖みたいな、うんうん、はい、ね、懐かしの ね、 ね、うん、そんなこと考えておりましたけども、うん、先生は、僕はね、うん、報告し忘れてましたけども、うん、老眼が進んだのでもうイライラするんですよ毎日あ、そうですか、タブレットとか見てて、うん、でも小さいと、うん、もうスマホも何も、うん、でスマホって結構大型のやつを使ってるんですけど、はい、もうこれすらも小さいなと、うん、で普通に持ってた iPad、うん、これもちょっともう小さい気がすんなと思ってたところ、うん、電気屋さん行ったら、うん、iPad Pro っていうもう一回り大きいのが売ってて、うん、そこそこの値段するんですけど、うん、まあまあ一応もうね、うん、芸能人だし、うん、お金は多少あるし、うん、えいと思って買ったんですよ、うん、はい、でそれで、うん、本を読むようになったんですね、うん、で今まで電子書籍って僕どうかなと思ってて、うん、あんまり手出してなかったんですけど、うん、普通の iPad よりも一回り大きい、ちょっと出しましょうね、はい、どれぐらいなんでしょう、石板ぐらい、昔の結構でかいですよ、あ、本当だ、昔の石板ぐらいだ、結構でかいでしょ、あ、ちょうど A4 よりもちょっと大きいサイズかな、ちょっと私が今ね、うん、赤毛のアンの世界にハマってるもんでね、ちょっとね、赤毛のアンがね、ちょっと石板使って勉強してるもんですから、うん、確かに石板ちゃ石板ぐらいの大きさかな、はい、でこれで漫画読むと、うん、すごく読みやすいのね、うわ大きい、大きいでしょ、いや大きすぎて、ちょっと先生恥ずかしいですこれこれちょっと、これでまず最初に何センチだろう、何センチかな、縦に、うん、
あ、新聞を四つ折りにしたサイズにちょうど同じ大きさですね。の大きさにして、うん、で最初はなんか花丸とかみんな楽屋でギャーギャー言ってたから、うん、その鬼滅の刃っていうやつを、あ、電子書籍で生きがいしちゃったんですよ。大人気ですねあれもね、うん、Amazon のポイントも溜まってたから、うん、でやってみてバーッと読んで、はい、まあもう鬼滅の刃はすごい面白くて、うん、まあその感想を置いといて、うん、思ったのが面白い以上に、うん、めっちゃ漫画読みやすくなったと。まあ、普通のコミック版とかよりも断然大きいですもんね。大きいし、で何かあったらこう、いや大きくしすぎて拡大できるから一コマが、うん、細かいとこまで読めるようになったんですよ。いやそうですよ。でこのだから4分の1の新聞のサイズに一コマだけほぼ映し出すみたいな、映し出すこともできるようになって、で普通に読むときは先生3コマぐらいですか、2コマ、いやこれ1ページですか、あ1ページか。でこれがやったらこう横にしたらこのちゃんと見開きになったりとかなんかあるんです、ね、うん、でそれですんごい見やすいと思って、はい、えーいと思って、はい、あのワンピースをね、私、はい、同じ缶を何回も買ってしまうみたいなことおっしゃってましたね、言ってましたけど、うん、そのミスもこれなくなるなと、そうですね、思ってここにあればね。ただ96巻から急に電子書籍っていうのもちょっとイラつくんで、うん、というのも、うん、ワンピースやっぱ1巻からずずっとなんか話をちょっとずつ振ってるんですよ。あ、後につ、はい、つながるように、うんうん、まさに一つなぎの物語なんで、うん、これはもうそういうことかなと思って、うん、全95巻を電子書籍で買い直したんです、うん、あそうなんですか、うん、で今や一巻から全部読み終わるぐらいなんですけど、うんうん、いやワンピース面白い見逃してた、うん、あそうです、見逃してたコマとかをね、大きくして見ると、うん、あれもうここにこのキャラもう出てきてんじゃんとか、もうこの話のことなんか言ってるじゃんとか。だって先生すごい見やすいどころか、うん、すごい遠1メートル2メートル離れてる私ですら読めますもんね、うん、これ。だから電車の中とかで注意しないと。そう、電車の中だと本当にみんなで読もうみたいな感じになりますけど、うんうんうん、でも本当これでなんかすっごいなんかストレスがなくなって、なんかすごいいい毎日過ごしてるんですけど、うん、ただ夢見が悪くてとくったらない話していいです か, なんですか何日か前に、はい、家に雷が落ちる夢見たんです俺。お、まあ、もうびっくりするぐらいの巨大な雷が我が家に落ちるっていう夢見て、うん、ですぐ夢占いを検索したんですね、はいはい、そしたらなんか雷が落ちる夢は人生のピンチみたいな行が出てきたから最初に、うん、やばいやばいと思って、はい、でようよう調べていったら、うん、でもいろんなパターンがあって、はい、家に落ちるときは、うん、あのチャンスですと、逆にいろんなとこに落ちるのは基本的に良くないんだけど、うん、家にピンポイントで落ちる雷はすごい人生のチャンスで、はい、どういうチャンスかというと、うん、今までにない発想が芽生える、うん、そういう予兆ですと。なんと今先生ネタを作る、そうでもネタ作んなきゃいけないから、うん、すっごいチャンスが来てんだと思って、うん、それからずっとネタを作り始めてるんですけど、何にも浮かばないですよ何にも。でなんで俺あんな夢見たのかなと思って、はい、その日寝る前に読んでたワンピースがエネルの回だったのね、うん、空島の回でルフィがね雷に打たれるのを見て、夢と漫画も連動するなってお話でございました。ございます、ね、はいはい、今日の1曲目シャランキューでずるい女。お送りしたのは今日は大吉先生の選曲だったんですね、はい、そうです、シャランキューのずるい女でした。でした、うん、あのですね大吉先生、はい、怖い夢を見た時の回避方法あります、うん、何でしょう、見てすぐクワバラクワバラっていうことです。古い、いや本当にこれね、これね古い女子ばい、あのいろいろあって日本昔話の中で、うん、クワとクワ畑があるところには雷落としませんっていう、なるほど、そこから来てるんですよ。あ、クワバラクワバラ、そっか、雷を、はい、うん、避けるあれなので、うん、ぜひお試しあれ、うん、大丈夫です。今回も本当空島のせいだっていうのは分かったんで本当何にも浮かばないです漫才のネタ。そうですか、はい、困ったもんです、はい、それでは TBS ラジオ赤い玉を玉結び、今日のメニュー紹介です、はい、1時35分頃からはニュース玉結び、玉結びなりに見逃せないニュースを独自の視点でピックアップしていきます、うん、そして2時からは大吉ポスト一旦預かりますでございます。リスナーの皆さんのちょっと細かすぎて伝わりにくいと思えるようなモヤモヤにも大吉先生が優しく手を差し伸べていきます、はい、ね、そして今週もイージーリスニングのコーナーはイエス玉結びでございます、うん、先週はジャーナリストの金高薫さんと一緒に世界を旅されていた写真家、そして番組リスナーでもあるという斉藤道博さん、ラジオネームマイクさんをゲストにお迎えしていろいろと貴重なお話伺うことができましたね、はい、うん、世界の旅の取材クルーは金高さんを含めてたった4人で回られる、これが信じられない、
ね、4人ですよ。そうですよ。でっかい、今とは比べ物にならんぐらいでっかい機材持って、そう4人で、だから関わってる人数的には玉結びの方がはるかに多いということで、うち今パッと見て7人いるのよ。そう、まあ、これ以上増えないんですけどね、こっちも我々もそれなりのクオリティのものを出さなければということでございますよ。ね、恐ろしいですね、はい。そして3時から週替わりでレギュラー陣が登場するラジオコラム、うん、3月最初月の初めは少年隊の錦織一清さんご登場の月刊日記でございます、うん。普段着がラフなところが大吉先生との共通点とも言われている日記さん、はい、果たして今日はどんなファッションでご登場でしょうか、うん。聞けば見えてくるということでお楽しみに、うん。では玉結びではリスナーの皆さんからメッセージ大募集です。メッセージテーマ、オープニングで話した内容からいつもなんとなく決めていますが、大吉先生、今日のテーマ発表お願いします。今日こちら、大きくしてみました。うん、私が、ね、タブレット大きくしたよって話しました。大きくしましたね。うん、さっきアベコのスマホと比べたらもう一目瞭然だったでしょ。うん、そうですね。アベコの、まあ、あれで漫画読んでるらしいですけど、うん、僕も見えないし読めないし、うんうん、ただ曲中にご指摘があった通り、うん、いずれこれが小さく感じる時は来ると。そうなるとこれが倍のサイズになり、はい、そのうちポスターサイズのワンピースを読んでいる大吉先生っていうのは ね、 ね、そういう世の中がひょっとしたら来るのかもしれない、ね、師匠出番ですって言った時にはポスターサイズのやつを、ね、弟子に持たせてこうやって嫌な師匠になります ね、 ね、まあまあスマホとかそういうのは大きくする方多いと思いますけど、はい、なんかあります、赤井さんは。これ大きくしたよとか、なんか大きくしたものか、うん、大和小を兼ねるっていう言葉ありますからね。大きくしたものね、大きめを買うとかさ、これは私大きめを買う。そうですね、うん、大きくして、それこそ家が大きくなったとかね、おうそういうサイズもあるでしょ、うんうんうん、引っ越しして、引っ越して、うん、うちも転勤族だったんで、うん、当然小さくなる時もあれば、はいはいはい、大きくなる時もあって、うんうん、その結構なんていう、今まで持ってる家具の、うんうんうん、合わなさったらみたいなのはね、うん、ありますよ。それはもう捨てないんですか、部屋に入らない、入ることは入るんですけど、はい、ちょっと多いなってなったら、うん、もうちょっとこれ処分して小さいの買い替えようとかよりも、やっぱ転勤族だから、転勤族はいずれ転勤が、いずれまた転勤するから、とりあえずここでここに収めときゃいいみたいな今年来年あたりはもうこれでしのごうっていう、乗り切ればいいみたいな。そうですね、うそういうとこありますね。ね、でも引っ越しでね、うん、それこそ本当そうですね。僕も前言ってますけど、うん、今田耕司さんからいただいたソファーとベッドがもうでかすぎて、うんうん、普通のワンルームにはもう入らないんですよ、うんうん。で置いてるんですよね。置いてます、ね、はい、うん、置いてるけど、やっぱこの辺、うん、あれが入るぐらいの大きさじゃないと、うん、なんかね、うん、なんか自分自身がダメになりそうな気がして、あとはなんかもう全然違うもんですけど、ええ、大きくするとちょっと間抜けに見えるものとかもね、例えばありますでしょ、なんかちょっと、うん、表札とか表札とかいや、ちょっと今ちょっと思いつかずに言ってましたけど思いつかずに、思いつかずに、なんていうのかな、思いつかずにお題出すのは素人のやること。駅とかでもなんか一個例題が、駅とかでも大きな、それこそ信楽焼のたぬきとかあると、はいはいはい、ちょっとこうほのぼの感増すとかねなんか大きくすることによって、うんうん、同じものでもちょっと全く違う意味合いになるってものってあるでしょ、なんか言ったらもうジャンボ餃子みたいなもんでしょ、そう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 、なんかそういう面白いものもあるなと思って、ね、ちょっと表札しか思いつかなかったんですけど、うん、2,3 の例題が浮かんでから取材は、うん、した方がいいかななんてこと思いました、ね、どうやらそうのようですね、はいはい、ちょっと大きく出ましたね、はい今日のメッセージテーマ、はい、大きくしてみましたでお待ちしています、うん、メールの場合は tama954@tbs.co.jp です。ファックスの場合は0355620954 0355620954で、おところお名前お電話番号忘れなく、うん、メッセージ紹介された方には玉結び特製のステッカーというのをプレゼントしております、はい、最新作はお守りタイプの玉守りデザインとなっておりまして、うんね、今お子さんで初めて聞いているという方もいらっしゃるかもしれませんが、おステッカー曜日ごとに色が5種類あって、うん、集めるとリアル玉守りと交換可能となっているんですよ、うん、ただ君たちが集まる頃には学校は始まるんじゃないかなおじさんはそう思うよ。それでは TBS ラジオ赤江玉を玉結び、水曜日は博多大吉先生とお送りしていきます。小学生が逃げていくよ。あ、待って待って、午後3時半までお付き合いください。 TBS ラジオ赤江玉を玉結び FM905 AM954 で放送中、水曜日は博多大吉、博多花丸大吉の博多大吉先生とお送りしております、うん、はい、ご丁寧にありがとうございます。はい、今日はですね、メッセージテーマ、大きくしました、大きくしてみましたでいただきましたが、うん、こちらは西東京市の男性、丸サバ味噌さんかなからいただきました。はい、ありがとうございます。玉ちゃんが大吉先生、こんにちは。こんにちは。こんにちは。
大吉先生と同い年なんですが、うん、45を超えてから財布を大きくしました、うん、はいはいはい。それまでは2つ折りの、ズボンの後ろのポケットに入る財布や長財布でも薄めのものにしていましたが、うん、財布を座るときにお尻の下に敷くっていう行為があまり良くないと他の人に聞いて、うん、ちょっとしたポーチぐらいの大きさにして、はい、普段でもカバンも持つようにしました、うん、スマホやアイコス充電器も持つようになったので、うん、こっちの方が楽になりましたと、うん、おー、まあ、まあ一緒ですよ。そうですか、うん、なんか男性にどんどんこう物を減らしていく感じの人も多い中、うん、やっぱね忘れちゃうのよ、うん、いろんなとこに置いてっちゃうのよ、はあ、だから大きいのにしま、ね、僕も財布大きくしてますし、うん、まあ、いろんなとこで言ってますけど、うん、いずれあの鈴をつけ出すんですね。あ、うん、そうですね。これやっぱり生活の知恵なんですね、うん、そうそうせざるを得ない、うん、とこあるんですね。結局財布あれ財布入れたような僕って言って、うん、店出て、うん、ない、うん、戻ったらもうない、うん、のパターンじゃないですか、はい、でも戻りゃよかったやんと、うん、だその時はやっぱ過信してるんですよ自分という人間を、うん、忘れるわけがない置いていくわけがない、はい、そういうでも戻るに戻れない時のために鈴つけてると、うん、あれ財布あるかなと思った時にこう体で吸ってチリンチリンになれば財布あるからあるある見りゃいいじゃないですか。いやあるけどそれはもう男としての、ね、意地。ああそうですか、うん、でも私人のこと言いながらスマホとかもね、はいはい、あのちょっとこうケース、うん、ちょっとおしゃれなやつとかシックなやつにすると、うん、カバンの中で黒すぎると、はい、うん、探せなくなるので同化しちゃうでしょ、うん、カメレオン現象、うんうん、割と派手な色でカバーつけた方がいいということが、うん、だカバンの中身を派手にすればいいんですよ、うん、中裏地の、うん、裏地が派手なカバンを選んでいったりとか、なんかすごい、うん、もう言ったらもう、ね、見失うこと前提っていうね。そうそう、だからお母さん世代とか、はい、結構ありえない柄のカバンとか持ってたでしょ。はーはーはー、鈴もいろんなとこつけたり、あれそういうことなんだろうな。そういうことなのかもしれませんね、うん、ちゃんと意味があったのかもしれませんね。そうそう、全ての行動に意味ありますよ、うんうん、今日のメッセージテーマ大きくしてみました。でお待ちしています。メールの場合はたま954@tbs.co.jp、 ファックスの場合は0355620954、 0355620954で番組内でメッセージ紹介した方には番組特製ステッカーを差し上げております、はい、この後はニュースたまむす B です。 Here's the news you really didn't care for BQ And here's your cast Freedom of the Press 954 News たまむす B。 こんにちは、キャスターの赤江珠緒です。この時間はニュースたまむす B、 世の中のニュースをビッグな視点でバランスよく取り上げるコーナーです、はい。今週1日に放送された博多花丸もらい酒港旅2で、うん、過去に激高した際怒った時のエピソードを披露したという花丸さん、うん、普段は温厚なお人柄ですが刺身弁当に醤油が入っていなかった時はさすがに怒ったという話だったということですね、うん、ありましたね、そんな事件もね。そうですか。あのみんなで行った営業先だったんですよ、会館営業かなんかで、うんうん、8組ぐらいいる芸人の弁当全部が刺身弁当で、うん、1個も醤油が入ってなくてで花丸さんが怒って、俺がもう直接電話しちゃうっつってその割り箸に書いてある電話番号に電話して、はい、さ醤油が入ってませんと、うん、醤油をくださいっつって、うん、慌てて向こうがすいませんって持ってきた事件があって、うん、まあ、後日談があって、はい、まあ、何週間後かな、うん、俺の携帯にその弁当屋さんから電話があって、うん、お振り込みはまだですかっていうお弁当代お金お金、うん、そっちの方が結構だよっていうね、はい、そうそう、向こうも怒ってんじゃないかっていうね、うん、なんか恥ずかしい吉本のエピソードですけど本当ですね僕じゃありませんっていうのが精一杯だったらしいですけど、ねね、ではニュース玉結び、はい、まずはこちらからです。赤ちゃんを泣き止ませる意外な子守歌。こんにちは。赤ちゃんがなかなか泣き止まない、まあ、そんな時にはね本当に困りますけれども、うん、抜群の効果を発揮するという意外な子守歌が注目を集めています、はい、それは誰もが知る平成のヒット曲らしいのですが、こちらをお聞きください。はい、反町隆史さん、ポイズということで、
この説はですね、以前も話題になったことがあるんですが、うん、最近になって一般の方がご自身のお子さんに試した様子をツイッターに投稿し、再び大きな話題になっています。うん、私もその動画見ましたけれども、うんうん、本当に、すごい大泣きしている赤ちゃんが、うん、この曲がかかって、このイントロのシンセサイザーのところあたりから、うん、あてみたいな顔をしだして、最終的にはこう、うん、歌い出し始めるとスーッてこうちょっと眠りモードに入るっていう ね泣き止むんだ。うん、僕と一緒なのか、何やったっけこの曲、何やったっけ、あ、小泉か安心したみたいなね。まさにでもね、そんな感じ。これ不思議です ね、ね昔あのなんかピアノってちょうだいとかもね、お子さんを泣き止ませるような、うん、こう引きつける効果があるとかありましたけど、あとなんかうどんすする音とかね、あ、要潤さんがうどん香川県のやつで、うん、あ、そうですか、うどんすすると赤ちゃん泣き止むみたいな、そういう動画見たことありましたけど、うんうん、なんかまあ専門家によると、うん、冒頭のギターの部分がまあ気を引きつけるのと、低音のボイスがお母さんの体内の音に似ているのではないかという分析もあるそうです。結局うどんすする音もそうでしたよ。あ、そうですか。ズズっていう音が体内の音と似てると、うんうん、でさっき言われてみたら最初のイントロ部分がちょっとね、ダンダダダンとかも、うん、低い感じなのが体内、うん、いやでもやっぱポイズンかのポイズンなんだっけなんだっけ、あ、わかったわかったっていう、うんうん、知ってる知ってる、うん、そかそかポイズンだ、そうそう、え、まだ松島菜々子さんと結婚、あ、結婚してるね、まだね。そうそうそう、別れてないよね、そこは別れてない、大丈夫大丈夫っていう感じじゃない、そうですね、安心してね、すやすやって感じなんですね。大吉選手はこれを聞くと元気になるというようなご機嫌ソング終わりですか。いや、いろいろありますよ、そりゃ。あ、そうですか、うん、日によって日によって、うん、へえ。赤井さんは。私はね、うん、やっぱりご機嫌ソングって言えば、うん、ダンシングクイーンかな、アバの、ダンスティリティティリティティリリリリリ、あれすごいご機嫌じゃないですか。ティリリリ、赤井さん60超えてる。ちょっとなんか思い出がだいぶ上だな。あれ、いや、でもあの曲は、うんうん、自分の確かリアルタイムですごいこう、うん、はい、ヒットした曲じゃないですけど、聴いた瞬間にめちゃくちゃ上がる曲だなと思って、ね、うん、僕最近で言うとキュウソネコカミっていうバンドのギリ昭和っていうね、はい、この前カラオケ行った時、うん、歌おうとして歌えなかったけど、うん、これがすっごい最近元気になりますね。自分たちはギリギリ昭和生まれなんやけど、うん、ゆとり世代に組み込まれてどうのみたいな、うん、でも負けないぞみたいな歌があって、うん、すっごいそれ聞いて、うん、もうルンルンで歩いたりするんですよ。あ、そうですか、うん、ギリ昭和、ギリ昭和、全然ギリ昭和じゃないのに全然どっぷり昭和のくせに20年ぐらい年上なの。本当ですよね。何を自分の歌みたいに、うん、すごい。そうですか、はい。じゃあ続いてはこちらです。今週も桜の話題が飛び込んできたということで、こちら、寝転ばないし寝転ばせないと。またこんなことする。本当この番組だけよ。そうですね、いつまでも我々のこといじってんの、いじってんのね、うん、桜の開花が待ち望まれる今日この頃でありますが、ただ例年ならば花見の話題で盛り上がる時期なんですが、今年は、うん、新型コロナウイルスの影響でお花見事情も一変ということで、うん、全国の有名スポットでは不特定多数が集まらないように様々な対策が講じられるそうです。対策が、うん、例えばですね、400人もの例年花見客でにぎわう、400人は少ないよ、あ、ごめんなさい、400万人だよ。そこ飛ばさないで、万を400万人ものね、うん、花見客でにぎわう東京上野公園ですが、日本一の人で、はい、うん、メインの桜通りでのブルーシートは禁止、禁止、うん、歩きながら楽しんでほしいということで、うん、午後11時までの開園はそのままなんだそうですが、キッチンカーの出店とか出店とか特設のゴミ箱ももう置かず、うん、花見を促すような掲示や案内もしませんと、もうもう担当者の方は話しています。通り過ぎてくれと、そう、あんまり立ち止まらずにっていうことよね、うん、うん、うん、まあ、しょうがないよな。そしてまた中目黒周辺の目黒川に沿って並ぶおよそ1200本の桜、うん、ここもね近年本当大人気ですけれども、はい、昨年およそ330万人が訪問と、うん、ここはもともとそのシート引くような場所はなくて、うんうん、普通の道ですから、その桜を見ながら歩いたり、うん、まあ、ちょっとオープンテラスのお店があるとかいう、そんな感じの場所でしたけどね。すごい照明タイプだよね、うん、ここは。ここはね、ライトアップされた桜並木がそう有名だったんですが、今年は実施せず、うん、もう照明当てない、はい、ぼんぼりは出します、うん、ただ点灯はしませんっていう、ん、ぼんぼりも休止じゃない、ぼんぼりは昼間つけます、昼間はつける、はい、なぜなら共催、うん、になってる方とかもいらっしゃるから、うん、ただライトはつけない、もうそうなったらライトはつけていいんちゃうかいと思いますけど、ぼんぼりだけを早く ね、この騒動収まってほしいね、うん、はい、
ニュース玉結びここまでです。この後は宮崎瑠衣さんと皆川玲奈アナウンサーによるドライバーズリクエスト。今週は春の花咲くドライブスポット特集です。玉結び、全日本トラック協会プレゼンツドライバーズリクエスト。こんにちは、宮崎瑠衣です。こんにちは、皆川玲奈です。この時間はドライバーの皆さんからのリクエストやドライブに役立つ情報をお届けしながら、快適で安全な運転を応援します。全日本トラック協会プレゼンツドライバーズリクエスト。この番組は緑ナンバーの全日本トラック協会の提供でお送りします。今週は春の花咲くドライブスポット。今日ご紹介するのは菜の花が咲くドライブスポット。松山自動車道三島川之江インターチェンジからおよそ35分、愛媛県四国中央市の水波高原です。そういえば菜の花も春を感じますね。そう感じるよね。水波高原は標高892メートルの水波峰を中心に広がるおよそ100ヘクタールの高原です。春になると高原全体をおよそ20万本の菜の花が覆い尽くし、黄金色の絨毯を敷き詰めたような景色を楽しめるということです。なんかもう映画とかほらプロモーションビデオの世界じゃないこれ、ね、いや本当だよね巻き木の一面黄色の菜の花の色って隙間ないですもんね。ねえ、絶景だよね、うん。例年菜の花が咲くのは4月上旬から5月初めまで、ゴールデンウィークが終わると菜の花は刈り取られて夏から開花する早咲きのコスモス畑へと姿を変えるそうです。変わるんですね。うん。菜の花が最も見ごろを迎えるのは例年4月の下旬頃、水波峰の斜面一面に咲き誇る菜の花畑にはところどころ通路が設けられていて散策を楽しめます。水波峰には展望台が2カ所あって、特に東側の峰の展望台からは高原の菜の花畑と瀬戸内海、四国山地の絶景をパノラマで楽しめると。海も山も楽しめるんですね。いいね、気持ちいいだろうな。毎年菜の花の見頃には、菜の花祭りを開催、抽選会やバザー、音楽ライブなどイベントが盛りだくさんのお祭りだということです。はい、今年はね4月19日日曜日を予定しているそうですよ。で、水波高原には200台止められる無料駐車場がありますが、その手前にトンネルがあって、大型バスは通れないので、ちょっとそこご注意ください、マイクロバスは通れるということです。なるほど。駐車場の東側には桜の名所があって、例年4月中旬から5月中旬頃までソメイヨシノや山桜、八重桜などを鑑賞することができます。すごい。じゃあ時期がちょうどいい感じで重なれば、重なったら最高じゃない。桜も菜の花も見られるの、そんないいことあります。で、お腹が空いたら、水波高原からおよそ60分の道の駅霧の森へ、名物の茶そばや注文を受けてから作るおぼろ豆腐が人気ということです。いいですね。今日は菜の花の名所、愛媛県の水波高原をご紹介しました。ではここで一曲お送りします。忙しくて遠出ができないので、家から一番近い道の駅まで買い物に行って小旅行気分を味わいました、というラジオネームカッピーさんからのリクエスト、乃木坂46さよならの意味。ここで緑ナンバーの全日本トラック協会からのお知らせです。トラック運送業界では労災事故撲滅のため、運転時間及び労働時間の短縮など安全確保のために様々な取り組みを行っています。労災事故の多くが荷役作業中に発生していますが、特に多い事故はトラックからの墜落転落です。厚生労働省も荷主企業に対し、運送事業者と協力して労災防止に努めるよう呼びかけています。荷役作業時の安全対策について荷主の皆様のご理解ご協力をお願いいたします。全日本トラック協会からのお知らせでした。 TBS ラジオ954たまむすび。 TBS ラジオ赤江玉をたまむすび FM905 AM954 で放送中です。水曜日は博多大吉先生とお送りしております。どうもどうも。今日のメッセージテーマ、大きくしてみましたでいただきました。こちらはですね、福岡県北九州市、ラジオネームひよこさん、48歳主婦の方。はい、ありがとうございます。赤井さん、大木先生、こんにちは。こんにちは。
昨日ロールキャベツを作りました、うん、いつもは小さく巻いていたのですが、はい、昨日はひな祭りだからと思い、うん、キャベツ丸ごと使って芯をくり抜き、ひき肉を詰めて巨大なロールキャベツを作ってみました。すごい。お、見た目のインパクト大で作るのもいつもより簡単。あ、巻く手間がないのか。もうその中にね詰めてるだけだもんね。そうか、うん、豪華で家族にも好評でした、うん、大きくして正解なメニューになりました。なるほど。はは、ロールキャベツね。なるほど。作るのめんどくさいですもんね。結構ちまちま巻いてね、うん、いや、葉っぱ下茹でしてとかね、なんか、うん、爪楊枝みたいなんで刺してみたいなね、うんうんうん、いいじゃない、ダイナミックな料理で。そうですね、うん、ギュギュギュッと入れて ねちょっと前、うん、それをなんかこうちゃんと煮込めるぐらいの大きさの鍋があればいいのか、うん、ね、まあ、キャベツ1個ボンと入るぐらいあるね。あ、なるほど。で ちょっと前なんか今も流行ってるのが、うん、包まない餃子とかさ入ってたじゃないですか。もうダイレクトフライパン1枚使ってとか。そうですね、玉結びをなんか教えていただきました ね、あ、巨大メニューね、うん、なるほど、なるほど、なるほど。横浜市47歳女性青ぴょんさんからいただきました。はい、ありがとうございます。うちの息子春から高校生になります。いろいろ準備をしていますが、うん、新しい弁当箱を大きくしました。まあいいね。横浜市の中学はお弁当を食べる時間が20分ほどしかなく、食べるのが遅い息子は小さい弁当箱。高校生になれば昼食の時間も取れるし、食欲もますます増えることでしょう。この弁当箱に何を詰めようか少しウキウキしています。いやいや、ご飯の時間20分って中学ね、ちょっと短すぎる ねそれこそもうちょっと大きくしてあげてください、うん、高校生は2食食べるかもですよ。玉結び。時刻は2時になりました。 TBS ラジオ赤い玉を玉結び。ここからは曜日ごとの日替わり企画をお届けしております。水曜日はこちらです。大吉ポストを一旦預かります。さあ、最近ワンピースを生み返しながらですね、はい、玉結びを麦わらの一味に例えて、みんなどんなキャラなのかなと思ってやってみたんですけど、サブキャラばかりというかちょっと心もとないメンバーだなと。あ、そうですか。まあ、赤江さんがルフィだとしましょう。まあ、船長さんとして、はい、で月曜の竹山がフランキーです。フランキー、船大工の子、まあ、アウトドアとか好きだから。で山ちゃんをチョッパーにしてみたんですね。いろいろ変幻自在だから。お、うん、ちょっといいとこ行ったよな。で僕はウソップです。ウソップ、戦うの嫌だから、はい、うん、逃げ回ります。あ、そうですか。で木曜のレオさんもブルックでしょ、音楽家だから、うん、つまりね、サンジとゾロがいないの。ちょっとそれもう戦力がすっげー、戦力として、うん、そうですね。そうで、タマさんは酒場にいる人たちを代表してますんで、金曜日の船に乗ってくれ。船乗ってないのよ。乗ってない、俺ここがいいっていう人だから。その酒場のマスターが富山さんだから。ああ、そうですか、うん、ちょっとね、っと大きな後悔はできないななんて思いながら、はい、うん、近海をうろうろしましょう。そうですね、沿岸部分のみを攻める海賊団でございます、はい、さあ、ということで参りましょう、早速まずはカピバラ温泉、うん、あ、カピバラという動物がね、はい、温泉に入って、あれ湯上がりは寒くないのかという、先週ありまして、はい、まあなんだかんだで大丈夫なんじゃないみたいなことを僕ら言いましたけど、はい、いろいろ専門的なご意見をいただけたということですね、うん、はい、ちょっとじゃあご紹介しましょうか、うん、ラジオネーム犬に噛まれたら晴れましたさん、沖縄の方、はい、で長崎のシーサイドスクワットさん、うん、横浜市のクジラのビスケットさん、他多くの皆さんからメールをいただきましたが、はいはい、ポイントを要約いたしますと、うん、全身が毛で覆われているので肌が濡れているわけではない。肌まで届いてないんだね、お湯がね。で体をブルブルっとすることで 70% の水分がほぼ吹っ飛ぶ、うん、毛に油分が多いので水をよく弾くということで、うん、我々あながち間違ってはいなかったんではないかと。まあまあ、うん、油分は肌に油分がって言ってましたけどもまあまあ近いところで、まあ、毛のあたりだったでしょうね。結論から言うと、うん、もう寒くないと。だからもうずっと上着着てるみたいなもんなんかな、うん、人間でいう、うんうん、みじんも寒くないわですよ。おお、うん、玉と雪の量そう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 です、そうです、大丈夫だと。少しもどころかみじんもでもはい、ね、こういう特徴があるので、うん、人間のように湯上がりにこう寒いとか、うん、そういうことを感じることはないそうでございます。だから昔も人間ね毛深かった時代、うん、はい、あっただろうけれども、うん、本当にすっごい毛深かったら大丈夫なんですね、うんうん、だからお猿さんもそうなのかな、ニホンザルなんかもね、うん、そうですね、うんうん、なぜ毛を失ったんだろうか人間はっていうね、うん、
暑いんでしょうかその分やっぱり毛欲しい派毛欲しい派毛があればよかったんじゃない僕はもういらない派ですけどもねさあそれでは新規のモヤモヤいきましょう、はい、こちらラジオネームザキコさん、はい、小平市の方36歳女性の方ありがとうございますありがとうございます赤井さん大吉先生こんにちはこんにちはモヤモヤすることがあるので聞いてください先日の夜翌朝に食べるようにとサンドイッチを作りました、はい市販のサンドイッチ用の食パンに具材を挟み、うん、卵サンドハムキュウリ、うん、ハムチーズいちごジャムなどを作りましたはいねおうちサンド美味しいね、作ったものは重ねておいてラップして、はい、朝起きたら4等分に切って4等分に切って出せばすぐ食べられるまでにしておきましたあいいですねで朝はだいたい夫の方が先に起きて会社に行きます、うん、ほとんど入れ違いになるように私と子供が起きます、うん、なので一応わかるだろうけどこれは4等分するよというメモをサンドイッチの横に置いて寝ましたと、うん、で朝起きて子供たちとサンドイッチを食べようかなと思ったらびっくり、うん、ちゃんと4等分はされていたのですが、うん、ほぼ卵サンドしか残っていませんもう、よくよく見ると、うん、どうやら夫はサンドイッチの山の上から食べていた様子最初に作って山の下の方にあった卵サンドしか残っていなかったのでした、うん、いや普通切ったら切り口見ないかずっとハム系ばっかり食べてて変には思わなかったのか、はあ、いろんな味を残しておいてというメモも残しておくべきだったのか、うん、いやいやそこまでやんなきゃいけないのかと、うん、もやもやが止まりません、うん夫になんでなんと聞いたら、うん、ぼーっとしていて気づかなかったということでした、せっかくいろんな味を作ったいや本当よねだってこういう時は本当いろんな味を食べるのが楽しみで、うん、おうちサンドしてるのに、はい、なんで卵しか残ってない読んでいただきありがとうございましたおたき上げお願いしますということですけどこれ結局4等分したのは、うん、旦那さんが切ったのだから切らずに、うん、本当にパンを普通に4等分するように、うん、上からこう食べていったってことでしょ、うんだからまあ、ちゃんと4等分はされていたのですがって書いてあるからあれん？ん？ 4 等分するっていうのの意味合いが、うん、だって包丁で4等分して、うん、で上ばっかり食べてたってことかそんなに具がいろいろ入ってると思ってなかったのかなかったのかな、うん、え？ちょっと見えそうで見えないねこのメール誰が4等分してたんだろう朝切って出せばすぐ食べられるまでにしておきましただから、うん、4等分に切ってないの切ってないんですよ奥様は、うん、で旦那さんはそれを見てはいはいはいなるほど4等分するって書いてあるから、ね、自分で4等分にして、うん、そっから食べたんだそうだでそれを、うん、その4等分して縦にずっとそのタワーを食べてくれれば全部の味なのに、うん、ぐる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 っと螺旋階段に回っていった結果、うん、上の方の味がないとそうね卵サンドハムキュウリハムチーズイチゴジャムだからこの4種類が上から順にだから、うん、一番下が卵サンド、うん、ハムキュウリハムチーズイチゴジャムってこう乗ってたのをだから上からこう切ったってことだねそう、うん、上から切っていいんですようん、うん、上から切っていいんだけど、うん、食べるときにね、うんうん、なぜそうね普通地層とみたいなもんだからそう上から4つに切ったのなら、うん、この分かれた 4つのそれぞれのブロックが1人前じゃないそうですねよかった先生にそれは伝わってますね、うんうん、じゃあ先生はこの4等分して食べてねって言われたら、うん、それはできるってことですねできるできるこう4つにしてこの一塊を僕のだと思う、はい、でも旦那さんは4等分にしたっていうことで多分もうほっとしたのかな、うん、ぼーっとしながら上からこうつまんでたの全部同じ味だと思ったのかなうんまあでもいちごジャム終わった後はハムチーズが来るからダムキュウリも来るからいやもう3人前食ってんじゃないっていう話になりますよ本当朝から食べ過ぎじゃない本当ですよねぼーっとしてたって言い訳は通用しないよもう結構食べたってことですね旦那さんがねもう目冴えてるよこれはここまで食べたらそうか、ね、まあまあでもいい笑い話ではあるけどな一回も作ったことない人とかだと、うん、やっぱり一回でも作ったことある人はねお家でね、うん、こういうでも正直先生もサンドイッチうちで自分で作ったことないでしょこうやって一斤あのね作ったことあるし作ってもらったこともあるけど、はい、こんな種類作んないからだいたい1種類か2種類でもういいでしょって感じ早く遊び来なさいみたいな感じだったこちら配慮の足りない言葉でございましたう、ねうん、もうちょっとリスナーさん以前にパートナーに寄り添う発言を期待します、そうですね、それはご家庭のいろいろ事情がありましたねそうですね、うんはい、まあでもね朝からサンドイッチが用意してあって、うん、ちゃんと4等分にするよっていうメモが置いてあって素敵な朝ですねちゃんと4等分にして食べて会社に行くんだから、うん、いい旦那さんだと思うよそうかうんいやもういいよめんどくせえよこれ切るぐらいならもう外で食べよって思うよ
思う人も多いと思うよ。旦那さんは朝忙しいのになんで俺が切らなきゃいけないんだよとか。そうかそうか、私はもう、うん、あの上からこう1枚2枚とか食べていっちゃったのかなと思ったんですよ、うんうん、切らずにね、うんうん、4等分ってこう縦に4等分したのかなと思って、うん、まあだから、うん、まあいい面白いエピソードとして、ね、まあ一回こういうミスをすればね、うん、もうね、旦那さんも勉強したと思います、うん、サンドイッチは上から食べるものではない、ブロックごと食べるものだ、うん、意外とね、うん、家事能力とかって本当に差があるから、うんうん、それはわかるでしょみたいなことがわからない時ありますもんね、うん、言ってもらわないとわからない、ね、みたいなね、うん、これはもう我々ね、男性が、まあ、多くの夫側の意見でございますの で, そうです、ね、はい、これで一つ旦那さんも成長したのではないでしょうか、うん、もやもやはなんとか収めていただいて、うんうん、できればじゃあ明日はチャーハンにしてみてはどうかなそれ分かりやすいよ、うん、分かりやすいから、だからね、うん、これ間違いないな、はい、朝からチャーハン重いという意見もあるかもしれませんが、うん、じゃあピラフと呼び方を変えて朝ごはん作ってみてください。お炊き上げです。さあこちら千葉市在住の40代ともみさんです。はい、赤井さん、大輝先生こんにちは。こんにちは。先週の放送で大輝先生からプロレスの日だったと聞き、うん、私の中の宇宙一どうでもよいけれど、うん、いつもモヤモヤしていることを文字にしてみました。はい、ぜひお炊き上げいただくお願いです。お願いします。お天気の日に2階のベランダから布団を干すときにいつも思うこと、うん、布団をこの柵に干す際に、うん、たまにおっとっとっとバランスを崩すことがあります。でそんな時は決まって後楽園ホールで場外乱闘の末2階バルコニーの立ち見席から落とし合いをする女子プロレスラーのようなそんな感覚に陥ります。先日毛布と羽毛布団の2枚重ねを同時に干した時、うん、羽毛布団をスルッと落としてしまいました、うん、わあ落としちゃったかっこ汗ではなく、うん、あ北斗かカントリーが落ちたいや堀田かいや他国か京子かさあ安倍首相ならどうするなどと、プロレスに関する妄想が大きく膨らみ、このアホな妄想に自分自身が何ともモヤモヤしてしまいました。いや面白い、こんな話はプロレスを今まで一度も見たことがない夫にはまず話しても何のこっちゃでしょうし、あそうですか、うん、ママ友に話をした日には実はヤバい人だったなんて思われるだろうし、うん娘に至ってはこんな話を耳に入れたくありません。そうなんだ。このどうしようもないくらいどうでもよい妄想してしまうもやもやとした感覚、うん、どうぞお炊き上げよろしくお願いします、これはあのプロレス好きの方あるんですか、うん、まあまあ後楽園ホールなんかで観戦した方はそうなんですね、うん、ちょっとあの2階にテラス席みたいなのがあって、うん、立ち見席なんですけど、うん、そこに今レスラーがまあ除外乱闘でなだれ込んで、はい、この高さから落とすぞ、うん、いや落とされないぞみたいな攻防があって、うん、実際に落ちたりすることがあるんですけど、うん、その攻防を知ってる目の前で見た人とかそういう人はそういう風な錯覚に陥るのかな、うん、そうですね、うん、これ面白いじゃないですか。んそうやって布団干しながら、うん、そんな感覚になれるってね、うんうん、だからこれは別に自分自身の中では解決しないもんかね。あこんなモヤモヤした今日はじゃあ北斗晶が落ちたことにしようって思いながら家事を続けられないかな。ねえ、うん、で落としたら、うん、結局拾いに行くわけでしょ、うん、そこで、うん、プロレス好きの人としてとど、うん、めの技をみたいななんかないんですかのもあるし、はい、やっぱリングで勝負はつけるんだ、うん、上がれって言いながら、うんまあ、今の方に布団放り投げたりとか、うん、そういう遊びはいいですね。まだまだ続けられると思うんですよ。これは一人遊びができますね、うん、急にセコンドになりきって駆け下りてね、うん、危ないです下がってください選手に近づかないでくださいって声を出しながら、うん、布団の周り一周してみたりとかね、うんうんうん、それ遊びはいろいろあると思うんです。あいいですね。で別にこういう妄想してもいいし、うん、やるべきだと思うんですけど、うん、言う必要はないでしょ人に。うん、まあそうね、うん、そうですね。オープニングで話した自分が言うのもなんですけど、うんはい、見た夢の話なんかする必要ないじゃない。しといて、うん、本当ですね。共有する必要ないじゃない。まあそうですね。聞かされるは知らんだなじゃん。まあそうですね。ルフィが目の前で雷に打たれた漫画読んだから、その日の夜雷の夢見たんだ。素直かっていう。マジ知らんだなだから、それは別に言うもともと言う必要がないことなので、はい、うん、うん。うん大いに楽しみましょ う, そ う, そ う, そうこのイマジネーション、うん、せっかくだからそう自分自身の中で膨らますこういう扉を開けてない人には全然思いつかないことだもん。そう、ね、でこういう扉を開けてない人のことを見下す必要もないしね、うんうん、別に開けたからなんだって話だから、うん、そうそうそう、うん、よそはよそですから、うんうん、あいいです ね, ねなので全く気にせずにどん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 妄想は広げていただきたいと思います、うんはい、お炊き上げです。
さあこちら兵庫県の双子の母ちゃんと申しますさんですね。はい、ありがとうございます。赤井さん、大吉さん、いつもラジオクラウドで通勤の電車の中で聞いております。はい、お疲れ様です。今日はストレスの溜まっているこの時期、ぜひお焚き上げいただきたいと思いメールしましたと。うん、何でしょう。私の子供たちは双子で、うん、今高校3年生の受験生です。ああ、そうですか。まだ大学の方は決まっておりませんと。うん、ベビーカーの頃から、うん、いいわね、いっぺんに大きくなってなどはよく言われてきました。ああ、わかる、そりゃそうですよね。確かにいっぺんには大きくなりますが、うん、双子といえどそれぞれ個性もあり、全く同じく成長するかどうかといえば、はい、そうではありません。うん、今大学受験となり、ああ、二人いっぺんに終わって助かるわねなどと言われると、うん、いやいや、二人同時に終わるかわからないし、それぞれの個性で褒めたりなだめたり機嫌取ったり、そう、それはそれは神経を使う親としては倍疲れております。確かにそうだ。しかし私にしてはこの子たち、うん、娘さんたちしか子供がいませんので、うん、子育ての経験も初めて、うん、私が神経を使って疲れるこの現状は、うん、実はひょっとしたら楽なのかと非常にもやもやしております。うん、もちろん金銭面でも常に倍、学校の費用も説明では一人の体で話をされるので、うん、私の頭の中で倍に自動変換されてきました。たまたま私は双子の母なのでもやもやしていますが、はい、きっと私が双子の親でなければ、うん、同じ言葉を双子のママさんに言っていたと思います。うん、それも含めてこのもやもやをお焚き上げいただけると幸いです。どうぞよろしくお願いします。うん、これはわかるな。私もあの友達にいるんですよ、うん、双子のママが、はいはい、うんうん、そうすると、うん、あのね、見てるとねすごい羨ましい。こちらは、うん、あの、あ、一緒にこうちっちゃい時も遊んでるから、うん、子供同士で、うん、あ、楽しそうだし賑やかそうだし、うん、うちも1回で2人生まれてきてほしかったなって思うぐらい、うん、あの羨ましいとこあるんですけど、うん、やっぱり彼女の話聞くと、うん、やっぱこうなんかそれこそ進学とかになった時も、うん、片っぽがうまくいって片っぽがうまくいかなかった時どうしたらいいんだろうとか、うん、いろいろ悩むよって言ってたんで、そりゃそうだなと思ってね。双子さん羨ましいな、賑やかでは受け入れられるんでしょうけど、うん、いっぺんに大きくなってよかったね、うん、まあまあここまではいいか、うん、いや、いっぺんに受験も終わるからいいじゃん。これはもう趣旨が違うね。そうだよね、そうか、うん、ただいっぺんに終わって助かるねっていうのは多分ママ友さんたちもね、うん、エールだと思うんで、うんうん、頑張ってねっていう言葉だと思うんで、うんうん、あまり責めることはできない気もしますけどね。そうですね、うん、そう、そういう時にかけられる言葉がもやもやするってことですよね。はい、うん、もやもやすると。だから結局のところ、うん、自分はね、この母ちゃんは双子のお子さんしかおらんので、うん、あのみんなが二人一遍でいいねとか、うん、助かるねとか言うから、うん、めっちゃきついけど、うん、ひょっとしてこれ楽な方なのかな、子育てとしては、うん、っていうモヤモヤに入ってんじゃない、うんうん、いや、そんなわけないでしょ。そうですよ、うん、倍大変でしょ、うんうん、そしておっしゃる通り、同じ二人でも年離れてたら、うん、なんかお下がりとかできても、うん、そうそう、それもできないもんな。そういう面の物理的に大変っていうのもありますよね。うんうん、だから別に決してね、うん、現状は実は楽なことはないですから、うんうん、そこはもやもやしてほしくないけどな。うんうん、人間一人育てるというのはね、うんうんうん、2人3人、まあ、そうですけど、はい、うん、大変ね、楽なことはないですよね。ない、うん、これはもう本当大変なことだと思いますよ。うんうんうん、まあ2人いっぺんに終わって助かるわねっていうね、うんうん、いや終わんないんだよなっていうね。え、うん、こうでも特に受験とかみたいな、こう、うん、自分たちだけではどうともできないこととかあるじゃないですか、うんうん、ね、これからいろいろ選択して人生やっていく中で、うんうん、そういう時に双子のお母さんとかってどういう言葉をお子さんにかけるんですかね。うん、ちょっとノンスタイルの石田君に聞いとくかな。あれ、双子でした、あそこ双子。ああ、うん、そっか。ただまだまだ小さいからね、うん、3,4 歳のはずだから、うん、大学受験どう考えてるって言われてもノンスタイルとしてもコメントのしようがないかもしれませんけど、ね、双子のママさんはどう、ね、うん、されてたのか、もしねこれお聞きの方で、うん、こんな言葉でやってたよとか ね、うん、そうね、こればっかりちょっと我々ではちょっと勝利できないかな、ね、うん、まだ自分が双子とかだったらまだね、うんうん、経験もありますけどね、それもないしな、うん、ただでさえね、うん、大変なシーズンに、うん、今年はねこのコロナウイルスで、うん、世の中自体がちょっとね、うん、もう非常事態みたいになってますんでね、心労も大きいと思いますけども、はい、まあ、今回のところは、うん、
いろんな言葉かけられますけども、それはもうあなたへのエールだと思って、うん、あまり深読みされないよ、うん、そして、もっとちゃんとしたお答えはですね、うん、来週以降リスナーさんから届くはずなんで、それを読ませていただくということで、はい、今回はお焚き上げということで、ぜひちょっとリスナーの皆さんの ね、うん、ね、お力を借りしたい。ここは ね、うん、頭の中で瞬時に倍に計算できるっていうね、うんうん、脳トレにはなってるはずなんで、うん、こういうのが余計な一言なのかな頭の中で計算早くなって、そうですね、うん、なんかいいねっていうことをやっぱり言いたくなりますもんね。そうそう、やっぱ励ましたいんだろうね、うん、いいねいいねって、うんうん、だってそれは見るからに、うん、ベビーカー2つ2人乗せて押してるだけで、うん、それは大変だっていうのは見てわかりますもんね、うん、傍から見てちゃないね。実際子育てされている、うん、経験されたママさんなんかね、うん、余計励ましたくもなるでしょうから、うん、やっぱポジティブな言葉で、うんうん、話しかけてるんじゃないかな。そうでしょうね、うん、はい、ということで、はい、まあね、回答は次週でございます。はい、はい、ということで新規のモヤモヤのお焚き上げ、今週はここまででお時間となりました。はい、3月に入って春も確実に近づいておりますので、モヤモヤは早めにこのコーナーに送っていただいてすっきりさせちゃいましょう。はい、メールの宛先はたま954@tbs.co.jp、 おはがき封書でも結構でございます、うん、ということで今週もこの辺で、先生、聞こえてまいりましたよ、ワンちゃんの鳴き声がということでまいります。犬に噛まれたと思っての令和版フレーズを大募集、犬神。さあ、もういつまで犬に噛まれたと思ったっていう表現を使ってるのかということね、うん、新しいやつね、野良犬も日本にはいませんよみたいな時代に、はい、ね、新しいの考えました、ラジオネーム2さん、葛飾区の方、39歳女性の方、ありがとうございます。最後に取っておいたイカリングが実はオニオンフライだったと思っていいですね、これはいい、これはいいよ、これはいいですね。ラジオネーム、五王のトラコ、五王のトラコさんでいいのかな、五王かな、五王のトラコさん、はい、うん、お風呂に入った直後に便意を催したと思ってわかるね、微妙ですが、うん、まあまあ、なるほどなるほど。ラジオネーム軟式空手さん、軟式空手さん、台東区女性の方、寺田心くんが心変わり、ごめんなさい、寺田心くんが声変わりしたと思ってごめん、ちょっと噛みました、ごめんなさい、はい、ラジオネーム親指チパ太郎さん、大阪の方、朝の5時半に西川清師匠から俺の電話があったと思って早いのよ、師匠の俺の電話早い、朝が早いのよ、はい、すいません寝てました、朝6時に言ったらなんで寝てんねんって言われますからあ、そうですね、そうですね、起きる時間ですね。平社員の斉藤さん、巨乳グラビアアイドル登場というナレーションでテレビを見たらパイパイデカミが出ていたと思ってまあまあね、デカミちゃんも元気でやってますよ。ラジオネームコタミルさん、港区の方、抱っこした赤ちゃんにギャン泣きされたと思って、うん、わあこれもわかるな、うん、並べ替えた、ラジオネームランマトウルさん、並べ替えたらウルトラマンさん、諸星団が美人に化けた宇宙人に3回もウルトラアイを盗まれたと思って3回は多い、3回多いですか、3回多いですね、うん、もうちょっと危機管理徹底してほしい。ラジオネームレボフロキサシン49歳男性の方、男色ディーノに唇を奪われたと思って、まあ、こういうね、うん、山ちゃんの中のですよ ね、うん、ラジオネームトリッキー千鶴さん、大阪の方、あの吉本興業ですら全公演を中止したと思って刺さりますね、あ、今のご時世です ね、あの吉本がって話でしたけど、そうか、いや、でもやっぱ一発目のこのイカリングが実はオニオンフライだったと思ってっていうのは、何回か前の演芸グランドスラムでネタでやったんですよ。あ、そうなんですか。白身フライだと思ったら鮭フライだった時のショックみたいな、あ、うんうん、まあ滑った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 んですか、うん、カットされてた、うんうん、オンエアで、うん、ね、実は受けてたの、うん、受けてたのは収録現場の技術スタッフさんとかも爆笑やったの。あ、でもお客さんがポカーンとしてて、うん、終わった後楽屋で反省会的になんでこんなことになったんやろって話し合った結果、うんうん、いや、そら普通は何フライが入ってるか見て買うやん、うん、あ、なるほどね、僕らってバッと置いてある中から渡されるから、うん、選ばれ、なんか自分でパッと引き抜くとかね、うん、そうそうそう、あ、だから僕たちはお弁当渡されるからあるあるだけど、うん、お客さんにとってはなんで大事な、うん、そんな大事なこともメインのねそこをフライを間違えてんのって、そうそうそう、なるほど、うん、ね、まあ、いろいろありましたけども、いろいろありますね、はい、ということで、うん、今週も該当者なしです来週も続きます、続きます、はい、多分3月いっぱい続くんじゃないかななるほど、 TBS ラジオ玉結び、
あら、急にありがとうございます、はい、僕が今いっぱい聴いてる曲、キュウソネコカミでギリショーは、皆さんも若返って聴いてください。朝一のゲストで来た時に、はい、大宮アナウンサーが同世代らしくて、うん、分かる分かるみたいなことで盛り上がっているのを片耳で聞いてて、はい、いつの間にか僕も分かる分かるって前に入ってたんですよ。いや分からないでしょ全然、うん、全世代力合わせましょう。キュウソネコカミでギリショーはでした、はい、TBS ラジオ954たまむすび。ではこの時間はメッセージご紹介しましょう、はい、テーマは大きくしてみましたでございます、うん、こちらラジオネーム料理好きさん5年生からいただきました。はい、ありがとうございます。私が最近大きくしてみたものは学校に持っていく筆箱です。筆箱、あ、5年生っていうのは本当に5年生の子だ。小学校5年生、うんうん、そういうことだ。学校に持っていく筆箱です、うん、小さい筆箱から大きい筆箱に変えたので鉛筆もたくさん入るし、うん、鉛筆削りも入るので道具箱が少しすっきりしました。おちなみにハサミやノリも筆箱に入れるので、うん、筆箱は2個あります。2個もあるの。そうか、5年生ぐらいの時は本当にね、うん、筆箱いろいろ変えてましたね。カンペンでした ね、我々世代はね、うん、もうちょっと低学年の頃はなんかね、いろいろ斜面体とかね、うん、もういろんなとこがパカパカ開くようなやつとか流行ってましたよね。カンペンも2段になって、はいはい、わかるわかる、うんうん、平たかったのが2段になって、うんうんうん、でさらにちょっとね厚みが出て、はい、スヌーピーのカンペンだったんですけど、うんうん、蓋のとこがね、うん、穴が開いてていっぱい、うんうんうん、大根おろしみたいな、うんうん、そういうデザインのやつが、うん、軽量ボディかな、うん、ミニ四駆でいうとこの肉抜き仕様なのかな、うん、すごい新しいと思って、うん、ごめんなさい小学5年生がどんどん離れていってる。何言ってんのこのおじさんとおばさんってなってる。大丈夫、ステッカーあげるから貼んなさい。はい、うん、ね、お送りしますよ、ね、クラスメートに聞かれてもね、うん、知らん顔しなさい。そうそうです、ね、親に貼られたって言いなさい。あ、そうそう、そうしましょう、うん、はい。群馬県は男性ラジオデブ上海さんからいただきました。はい、ありがとうございます。昔サラリーマンの頃同じ課の人となんだかしっくりいかず、うん、ある日から朝のおはようの声を大きくしてみました、はい、すると普段は話をしない同僚や若い女性社員も話しかけてきてくれるようになり、うん、なんだかみんなとしっくりくるようになりました、うん、当たり前のことですが朝の挨拶は元気よくは基本ですと、うん、そうね、うん、これなんか大人になると、うん、なんか改めて自分のそういう挨拶とかってチェックしないですけど、うんうんうん、時々我々こう撮られるね、うん、が出役ですから、はい、自分のそういうなんか入っていくシーンとかが撮られる時あるじゃないですか、うんうんうん、あ、なんか割となんかモソモソっと入ってるなとかね。もうちょっと自分ではパキッと入ってるつもりだけど、うんうん、なんかぬるーっと入っていってるわとかね、うん、自分でははつらつとなんか動いてるつもりでもね、はい、うんうん、いざ動画見たらもう全然、ね、全然ってことありますからね、うん、だから自分がちょっとこれ声でかいかなぐらいで、うん、ございますって挨拶した方がいいんでしょうね、うん、意外とね、うん、120% で100ぐらいがやっぱ人に届くって言いますけど、うん、そうなんですね、ね、挨拶はいいことです、うんうん、千葉県流山市はラジオネーム愛もくもくさん、女性の方、はい、ありがとうございます。赤井さん、大木先生、こんにちは、こんにちは、初めてメールしますと、ありがとうございます。どうもどうも。去年春よりおよそ1年聞いている比較的新参者のリスナーですと。何をおっしゃる。いえいえ、ありがとうございます、うん、1年も聞いていただいて ね大きくしてみたものがちょうどあったのでメールします、はい、それはリビングに置くクッションです、うん、無印良品で販売している体にフィットするソファというクッションをとにかく大きく、クッションをとにかく大きくしたような形状のものなのですが、うん、知ってるよ、うん、これがまた快適なのです、うん、一部で人をダメにするソファーと呼ばれているだけあって、はいはい、これでゲームや動画を見始めたら動けなくなってしまうんですよね、うん、ちなみに一番このソファーでダメになっているのが愛犬です。うん、飼い主よりもこのクッションでくつろいでいる時間が長いです、うんうん、先生ご存知。知ってます。なんかものすごく気持ち悪そうなの、うん、大きくて、うん、どうする、買うみたいな話もしたことがあるな。ちょっとトレーンとしたような感じですでしょ、うん、でもやっぱメールにあった通り、うん、これちょっと腰据えちゃうなって感じなんですよ、気持ちよすぎて、うん、もう動かなくなる可能性あるから、うん、人をダメにするクッションっていう別名でしょ、はい、これね、でもね、うん、私の中でちょっと違う思い出で、はい、出産の時に陣痛が来なかった時に、うんうん、これをずっと抱いたまま四つん這いな状態で、うん、いなさいって言われて、うんうん、赤井さんちゃんのじゃん。あ、違うんです、病院で。あ、病院に置いてあるの。今まさに産むっていう時に、あのね、うん、茶色い無印良品の それだったんですよ。でっかいやつだから、うんうん、で分かりました、もう頑張ります、うん、こうなったらもう先生がやること何でもやりますみたいな状態で、うんうん、でどれぐらいって言ったら、うん、30分ぐらいかなと思ったら、う
数時間って言われてみたいになった、そのこうまぶたに焼き付いているあの時の光景の中にあったやつ、でもそれがあったからこそ、そうだから人をダメにするソファじゃなくて、人を生んだソファ私の中に思い出はいろんな捉え方ありますね意外とね、いろいろありますよ、よくんばりになって抱きしめるんだそうなんです、今日のメッセージテーマ大きくしてみましたでお待ちしています。ラジオ玉結び、ポールモーリアのエーゲ海の真珠が流れてまいりました。そうです、今週もイエス玉結びございます、3月4日ということでね、昨日はひな祭りでございました、今日のお茶は1日遅れではございますが、一服はやはり桜湯などはいかがでしょうか。ほう、桜の花を丸ごと塩漬けにしたものにお湯を注ぐと、お椀に桜の花びらが浮かびます。へ、柔らかな薄紅色はひな祭り、このシーズンにぴったりのお茶となっております。なるほど、はい、今日もエア茶でどうぞお楽しみください、あ、結構薄味なんですね。そうですね、主に塩味を楽しんでいただくという感じですけれどもね、コーヒーください、すぐ切り替えるじゃないですよ、いただいているリクエストですが、こちら目黒区もつ焼きバンバ、バンババンさんからいただきました。はい、ありがとうございます。ティマオさん、大吉先生、こんにちは。こんにちは。大吉ポスターなのかイージーリスニングなのかどちらに送るべきか迷ったのですが、曲をリクエストしたいのでこちらに送ります、ちょっと話を聞いてください。何でしょう。日曜日いつも行くもつ焼き屋も客は少なめでした。これね、客は少なめでした、カウンターに女性がいてあまり見ない顔、ほう、一つ席を開けて座りました、馴染みの女性店員にレモンサワーと焼き物を注文したところ、おっぱい塩でと言ったら、おっぱいないのと店員の声、その時でした、カウンターの女性が私にだけ聞こえるぐらいの声で、一緒だとポツリと言ったのです。え、何が一緒。少々混乱してそのお姉さんを見ると、スレンダーで魅力的、まさか自分の胸が小さめなことをギャグにした、そんなことを言うってことは俺に気があるんちゃう、あの時何と返せば彼女との夜をゲットできたのでしょう、それとも彼女もおっぱいを注文したけど品切れだったから一緒だというだけのことだったのでしょうか、とてもモヤモヤしています、その時店に流れていた BGM をリクエストします、ポール・モーリアのそよ風のメネットでした、そよ風が吹き抜けるような薄い胸の女性も好みなので、曲の間についででいいのですね。お焚き上げもよろしくお願いします。なるほどね、まあ、一番にお伝えしたいことは、幻聴の可能性を疑ってください、え、これね、もうそうなればいいな、なんか話できればいいなと思った、そうですね、欲望が耳にも音がした幻聴の可能性あります。え、先生、これもつ焼きでおっぱいっていうのは、豚のおっぱいの部分の串焼きのことで、ホルモンとしてメニューでおっぱいっていうのがあるのか、だからその面白いでしょおっぱいっていうメニューみたいな感じで、頼むときにちょっとクソッとなるような感じで出す店は多いですよ、ああ、そっかそっか、だからまあ会話の流れ上やっぱ自分のことでしょう、ご自身のおっぱいが、ね、小さいことを自虐的にポツッとおっしゃったじゃないですか。おっぱいないのって店員の声がおっしゃった時に、すいません、おっぱいないですよ今日。で、女性店員さんが、おっぱいないんですって言った時に、一緒だ。心の声がポロって出ちゃったのかな。出ちゃったのかな。これはですね、こう女性目線から言わせていただくと、全く誘っておりません。誘ってない。だって、そんな誘い方あります一緒だ。聞こえるように。今のところ一緒だ。そうね。もう本当に心の声が漏れちゃったっていうぐらいリラックスしてる状態で飲んでたというだけであって、それぐらいリラックスしてるということは、もつ焼きババンバさんには申し訳ないですが、正直もう風景の中にあなたが溶け込んでいたからこそそうね、男性の目線を意識しながら一緒だってね、これもう本番中の大久保さんぐらいしか言わないですよこんなことは。そうでしょう、それはちょっと、レベル高すぎる、ね、なかなかできないです、ただ可能性 1% の望み託してチャレンジするなら、やっぱ確認させてくださいって言うべきやったんやから確認させてもらえますみたいな、いや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 、一か八かですね先生それは、私おっぱい鑑定士もやっておりますんでまあまあでもね、ね、まあそういうね、まあまあまあ、
でもね、それ、うん、なんかちょっとしたこう、そう、なんかコミュニケーションっていうかね、あるいはなしやみたいなのがカウンターの楽しみだったりしますよね。コミュニケーションわざわざ取れなくても、そういう妄想をお互いが膨らませるっていうのがね、うん、酒場の醍醐味なような気もしますんで、うん、はい、うん、突き詰めなくて、そうそう、妄想として楽しめばいい。いろいろ言いましたけどもね、うん、本当にそう聞こえたから、え、な、何や、今なんて言ったのみたいな感じで絡んでいくと、うん、向こうは多分お会計しだすと思うんで、うん、それはそれで、はい、そうです。楽しんでください。はい、お互い脳内で。はい。うん、もつ焼きバンババンさんからのリクエスト。ポール・モーリアさんはこのコーナーのテーマ曲、エーゲ海の真珠でもおなじみの方ですが、はい、改めてフランスの作曲家、編曲家、指揮者、ピアニスト、チェンバロン奏者でもあるというイージーリスニング界の有名音楽家でいらっしゃいます、うん、なんと今日がお誕生日。あら。1925年の3月4日生まれで、2006年11月3日に81歳でお亡くなりになっています。うん、ポール・モーリアさんのお父様はフランス南部のマルセイユで郵便局員もされていたということで、うん、そうですね、この方が送りいただくの、本当大吉ポストともね、不思議なつながりがというような、もう他人と思えない、 いや他人ですよ。そうです、はい、アマチュア音楽家でもあったそのお父様が、息子が6歳の時にピアノを習わせたことから、音楽とともに歩む人生が始まったそうです。リクエストのそよ風のメヌエットは1977年、アルバム愛の賛歌ポール・モーリアニューワールドトップヒッツ77で発表され、シングルカットにもなっています。うん、愛妻家としても知られ、最初の来日1969年の際には夫人同伴が契約の条件だったとか、その後何度の来日も奥様を連れて日本に来られていたそうでございます。はい、それではお聞きください。ポール・モーリアでそよ風のメヌエット。はい、爽やかな曲ですね。そうだから、これがもつ焼き屋で流れてたっていうのがすごいの。これもつ焼き屋さんでこの曲セレクトって、開店準備の曲でしょこれ、うん、ちょっと脂身全く感じられないぐらいの曲ですね。爽やかなお店だなと思いながら聴いてましたよ、うんうん、ということで、はい、今日はポール・モーリアのそよ風のメヌエットをお聴きいただきました。うん、EJ リスニングのコーナー、リクエスト曲がある方は tama954@tbs.co.jp、たま954@tbs.co.jp まで、たくさんのリクエストをお待ちしております。あなたがイージーと思えば、それがイージーリスニングミュージックなのです。TBS ラジオ玉結び。
TBS ラジオ赤江玉大玉結び FM905 AM954 で放送中。水曜日は博多大吉先生とお送りしております、はい、お願いします。今日のメッセージテーマ、大きくしてみましたでございます、うん、こちらですね、千葉県千葉市の11歳の女の子からいただきました。今度はラジオネーム麦わらの一味に入りたいさん、ああ、うん、いいですね、ラジオネーム考えてくれてますね、はい。赤江さん、大吉先生、こんにちは。こんにちは。いつもラジオクラウドなどで楽しく聞かせてもらっています。そうなの、うん、今日は休校なので家で聞いています。私が最近大きくしたものは、うん、卒業する前に在校生にプレゼントするメッセージカードの字です、うん、ほう。最初は丁寧に書いていましたが、うん、書いていくうちに書く内容が思いつかなくなり、うん、カードを埋めるために字を大きくしました。ああそうだね、はあ、字を大きくしたら1枚のカードを書くスピードが2倍になり早く終わらせることができました、うん、はあ、いいメッセージ送ってくれましたね、麦わらの一味に入りたいさん。ただね、あの、うん、年下のね、うん、子供たちに向けてなるべく大きな字で分かりやすくみたいな答えなのかなと思ったら、うん、違う違う、めんどくさい、うん、そうそう、それこれ分かるわ、空白埋めちゃえっていうね、うん、私もあの結婚式の時ちょっとしたメッセージカード、はい、書いてるうちに、うん、最初は頑張って書こうと思ったんですけど、もう大きく書いちゃえ。誰ぐらい、とにかく埋めたれみたいな、誰ぐらいからもうシール貼ってごまかしたれみたいな。誰ぐらいからもういいかなってなったのかな。そうですね、結構大事な人からこう丁寧に書くけど、そうですね、寿、うん、の席前の方ね、うんうん、1列目ぐらいはまだちょっとね、もう丁寧に書いてた、2列目ぐらいからもう友人ゾーンあたりからもういいか、もういいもういいかもういいか。ね、分かるよ、うん、これね、そうですか、ありがとう、メッセージ、はい。おー、続々来てるな。こちら10歳小学校5年生の男の子、うん、ラジオネームスイカの名産地さんは横浜市の方です。はい、ありがとうございます。赤井さん、大木先生、いつもラジコのタイムフリーで楽しく聞いています。本当に10歳でしょうね。すごいね、うん、そうだと思いますよ、うん、今日は学校がお休みなので勉強しながら聞いています。ありがとうございます。なんとか投稿を読んでもらおうと頑張って送っていますという、うんうん、勉強しとらんがなっていう。まあまあいいでしょう、うん。今日のメッセージテーマの大きくしてみましたですか、はい、うちの大きくしたものは世界地図です、うん、ほう。コストコで超大きい世界地図を買って壁に貼っています、うん、1年前に引っ越ししたのですが、うん、大きすぎて貼るところに困りました、一緒だ。家族で行きたいところや行ったところに付箋をつけたり勉強でわからない時に見たりしていますという、一緒だっていうの、赤井さんも。私も大きい世界地図をね、うん、一人暮らしてた時に買って、うん、であの店では貼れると思ったんですけど、うんうん、家の壁がそこまでなかったんでね、で、ああ断念ってことありましたもんね。この方はちゃんと貼られてね。ね、うん、ただなんか行った国にもなんか貼ったりとかしてるってことは、うん、10歳でも海外行ってるってこと。そりゃそうでございますよ。いやもう行き急ぐなって。いや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 。大人になるまで待てって。もうこれもうギリ昭和世代じゃないですから。もうそりゃ行きますって。ね、うん、ギリ昭和世代の僕には分からないな。いやいや違うね。どっぷり昭和世代。どっぷりバリ昭和。ねえ、そっか、ね、うん。ラジオ楽しんでくださいね。はい、こちら42歳男性は千葉県佐倉市はメリケンコの塊さんからいただきました、うん。はい、ありがとうございます。私は競馬が趣味です。うん、主にワイドという買い方をします。ほう。うん。最初は100円でかけていたのですが、うん、勝っても大した儲けはありません、うん、そこで掛け金を1000円に大きくしてみると、うん、面白いほど増える増える、140万円ぐらい貯まったところで1万円にしてかけてみると全然当たらない、どんどんお金が減っていきます。そこで思い切って10万円単位でかけることにしました。金額が増えるとさすがにビビり、一番人気の優勝とかにかけ始め、うん、しかも外した時の恥ずかしさたるや、競馬は1000円に限ります。ちょっとね、僕競馬はあんま詳しくないんで、ワイドっていうのがよくわかんないですけど、私もよくわからないですが、100円単位で買ったらボンボン当たるってこと？いやいや、100円だと買っても1000円にしたら、うん、大した儲けにはならないんで、1000円にしたらちょっと良かったと、うん、ただ1万円10万円するとこうっていうことで、よく出すと当たらなくなるんだ、うん、いろいろ金額買ってみた結果、競馬は1000円に限るという、うん、極論極論。いやいや、それはそうですねとはね、競馬素人の僕でもうなずけないですよ。そうですね、うん、じゃあやってみようかなとはならないですよ。ね、いやいやいや、まあね、楽しむ程度にね、うん、お願いいたしますよ、ね、はい。そしてこのお子様ゾーンで続いたところで、最終の締めの鳥の ね、 、うん、ねメールがこの、多分だけど競馬関連のメールはね、月曜日に送った方がいいかな。もうちょっと盛り上がるかな、ね、竹山さんか、竹山が詳しいから、あとは金曜日の玉さんかな、競輪は金曜日のお願いします。あ、そうですね、はい。TBS ラジオ954玉結び玉結び
玉結び。時刻は3時になりました。 TBS ラジオ赤江玉を玉結び、改めましてこんにちは、赤江玉です。水曜パートナー博多大吉でございます。玉結び水曜日の午後3時台は5人のレギュラーが担当する週替わりのラジオコラムです。うん、1週目は少年隊の日記こと錦織一清さんによる音楽コラム月刊日記でございます。はい、本日は今の俺の心情ソング特集ということなんです。はい、でどんな心情なのか、はい、うん、この後日記さんご登場です。 TBS ラジオ954玉結び。TBS ラジオ赤江玉を玉結び、ここからは月刊日記のコーナーです。少年隊の日記こと錦織一清さんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。ね、大丈夫ね、赤江さんにおっぱいとか言わせていいのか。ずっとさっきが聞いたけど。そうでしたね。自分から言い始めるんですよ。いやいや、言わせがちな番組で本当、はいはい、だっておっぱいの話の後に、うん、ポールモリアだからおっぱいの後ポールだっけ。いやもうでも隠しやん。そうですね、なんか赤江さんに隠語言わせて喜んでんじゃないか。いや、でもね、そこまでポールまでつなげたのはニキさんだけです。だ今またおっぱいの話に戻してるから、はい、これだからおっぱいとおっぱいの間にポールを挟んだってことなんですよ。どうしたんですか。どういう、今日はどうしたんですか。どんな心情ですか。もう今日本日今の俺の心情は、もう今の俺の心情ソング特集ということで、もう吹き飛んでしまいました。そうですよ、はい、とんでもないです、ね、はい、この心情その心はということですが、うん、はい、さん、これ僕の口から言っていいですか。そう、はい、このコーナーですね、はい、今日で最終回となるんですね。もう、ね、本当です、はい、吹さん、はい、僕もさっき聞いてびっくりしましたよ。そんなことないですよ。そんな気に決まらないでしょ、はい、ね、僕としてはだからTBSラジオでしょ、もうあの2回目の卒業ですからね。うわ、これはもうね、うん、これやっぱりファンの方たちがもう今もう我々お叱り受けますよ。もうね、あのね、しょうがない、やっぱ僕の企画やっぱり最初から僕言った有限だからね。いやだってね、うん、僕の魅力も有限だから、まあ、いやいやいや、とんでもないとんでもないです。有限実行というんです。いやいや、なんすかそのケイシー高峰さんみたいな。ただ僕が聞いたのは、はい、すごくも演出する舞台がまあそれ行ったり来たり多いじゃないですか、はい、そういった時にいろいろピンチヒッターとかやっていただいたりとかね、うんうん、それもあったんで、うん、なんかまあちょっとそういうこともね、うん、どっちかまあ集中してやることのは集中してやろうっていうね、うんうん、ちょっと失礼なんじゃないかな、うんうん、いやいやいやね、ちょっともうね、本当みんな驚かれると思いますけど、そして嘆かれてると思います。面白い大人だということのコーナーだったんですけど、つまんなくなっちゃったんで。そんな、いやいや違いますよ。だからね、年明けぐらいから悩んじゃってね。つまんなくなっちゃったなと思って。全然変わってないです、うん、全然面白くなくなっちゃった。いやいやいや、ただ日記さん、番組開始当初からご出演いただいて、もう手元に残っている選曲表というのをちょっと並べてみましたが、うん、はいはい、まあすごい数の曲を日記さんの中から我々引き出させていただいたといいますか、選曲していただいて、ねえ、うん、こんなに選んでいただいてご紹介いただいたんですね、うん、すごいです。なんかすごいですよね。もうちょっとジャスラックの表みたいですよね。いや本当に多彩な曲でしたもん ね, ね、それがまたね、結構大きめの、ね、紙に印刷されてるんだけども、うん、多すぎて、うん、ほう、いやー、もうだって私初めて聞きましたっていう、この曲全部かけるっていうのを大晦日でやりますか。ね、うん、もうそういう日も作っていいと思いますよ。24時間いけますね、これだけあるとね。錦織スペシャルと題してね、全然喋る隙間がないっていう、本当たくさんご紹介いただきました、うん、ありがとうございます。いえ、どんどん前、僕が歌ったわけじゃないんで、うん、1回目は意外とこれがデビュー曲特集だったんですね、はい、記念すべき1曲目は秀樹さん、西城秀樹さん、恋する季節、そうですね、意外とこれがデビュー曲、そうなんだよね、秀樹さんね、情熱の話だと勘違いしてる人もいるからね、いろいろとね、そういうなんか芸能界、はい、豆知識じゃないですけど、僕らも勘違いされて、デビュー曲が寿司食いねだと思ってる人いるんですけど、それは大きな勘違いです、うん、すごい勘違い、それ世代が違うと思います。、はい、その間違いを犯すの、はい、ね、いろいろ教えていただいて本当にありがとうございました。本当、じゃあちょっとね、まず最終回となったこの月刊日記もいろんな曲選んでいただいておりますから、はい、今の俺の心情ソング特集ということで、はい、日記さん今どんな心情なのか、曲の紹介からお願いします。はい、この曲を聴いてください。まずは曲から。いやいやいや、ミキさん、なんか幽体って感じしませんか。いやいやいや、いやいや、歌詞ないし。、うん、もしこれが今の心情だとおっしゃるなら、うん、僕引き止めますよ。本当、ちょっと行かないでってなります。本当ですよ。
ちょっと聞いてたのと聞いてた説明と違うなって今無って感じですか。もうちょっとやもう日記さん僕の虚無感ですね。でも今で、ね、突然車とかでもさ、はい、この横から聞いた人は何かが起こったと思った、うん、ね、放送事故でも起こったのか、何か世の中で何か起こったんじゃないか、今しばらくお待ちくださいなのか、さあ改めてこの曲は、はい、コンドラ飛んでいく、うん、ペルーの作曲家、民謡研究家でもあったダニエル・アロミアス・ロブレスが1913年に作曲したホルクローレ、民族音楽のことでございます、はい、うん、インカ帝国の王女を主人公にしたサルスエラ、オペラの一種のために作曲されたと言われています、はい、これが今の心情とおっしゃられるのは、あのね、うん、まあ幽体なんですけど、うん、今ね、さっきラジオ聞いててね、はい、ポール・モーリア来ちゃったからちょっと被るかなとか思っちゃってね、うんうん、あの歌詞がなかったっていうさ、うん、なんか今日なんか音楽のこの文化水準高いですよこの番組、ね、ポールを挟みましたから、ね、ポール挟みましたからね、とにかくね、そうか、ほんだら飛んでいく、はい、飛んでいってほしくないんですけれどもね、はい、ニキさん続いては何でしょうか。はい、天地真理さんで一人じゃないな。ちょっと思わせぶり思わせぶりな選挙が続きますけども、そうですよ、うん、これどんなところが心情と重なるんです。あの年明けぐらいからね、いろいろ考えたんだけど、はい、そうだな、俺も一人じゃないんだなと思っただけです、うん、シンプルにシンプルに、うん、大丈夫だ一人じゃないんだみたいな。そうか、1971年水色の恋でレコードデビューした天地真理さんですが、うん、当時のキャッチフレーズはあなたの心の隣にいるソニーに白雪姫でした。うーん、翌年の5月に一人じゃないのがリリースされるとオリコンチャートで6週にわたって1位を獲得しました、うんうん、ではまずお聞きいただきましょう。天地真理さんで一人じゃないのです。どうぞ。作詞は小谷夏さんという方なんですが、実はこれ天地真理さんが出演されていた TBS ドラマ時間ですよの演出家久世光彦さんのペンネーム、あ、ごめん、照彦さんのペンネームということで、うん、だったんですね。久世さんなんですね、うんうん、いや久世さんはね、あのカノックスって会社をお持ちだったんですけど、ね、うん、制作会社、僕はあの昔ドラマ撮ってる時にあのカノックス制作が実は多くて、うん、あの久世さんまだご存命の時だったんですけど、あのよくお世話になったのは、だもう久世さんとはいつもね会った時にはね、一緒にやる一緒にやるって言ってもらったんですけど、やっぱ夢叶わなかったんですよね。ああ、そうなんですね。そうなの。あのなんか俺のなんかミュージカルみたいな、あの舞台見に来てくれた時があって、うんうん、これこむられてるのかなんか分かんなかったのが、久世さんから、いやあなたのさ、こけ方ね、なんかつまずいてこけ方ね、うん、ああいうこけ方するのはね、あんたとマチャキしかいないよって言われて、ね、おいやもう十分な褒め言葉というか、ね、まああの松明さんと井上潤さん研究家の僕としてはね、うん、はい、嬉しかったです、ね、研究なさった、研究してます、うん、あの二人のオールスター野球大会とか大好きです。あ、でもやっぱこけ方一つでやっぱり、はい、うん、あって思われるんですね、久世さんとかになるとね、はい、でもそういうね、うん、まあ演出家の方と、はい、ね、ずっとつながってて、はい、今ね、うん、ニキさんが演出を中心になさってるっていうのも、はい、なんかね、はい、運命的なもの感じますね。そうですね、だからまあ私のこのコーナー今日で終わりますけど、うん、一人じゃないなと思いますそれもいろいろ仲間、いやもうちょ寂しすぎるじゃないですか、日記さんもうそうですよ本当にもうやめるのをやめたらどうそうなんだみたいになりますけれども、さあ日記さん、はい、今の新情ソング特集ですが、続いては何でしょうか。中村雅俊さんの青春期だと、これいいですよね、うんうん、実はあの、まあ、僕の心情というかですね、はい、今だからあのコロナのあれでみんな学級閉鎖じゃないけど、そのもう本当に卒業式でいなかったりとか、うん、学校が今休校でしょ、はい、休校ですね、うん、だからなんか、寂しいだろうなとか思いながら、うん、要はさっきのコンドルは飛んでいくとかそういう曲とかもね、うん、あの僕あの子供の頃あの家病あのすごい体弱かった時に一人で、うん、あの家にいる時にあのそういう曲をね、あのレコード親父がちょっとレコード関係というかジャケット作ってる会社関係とか勤めてたんで、しゃがみで買ってきたレコードとかあってね、はい、一人ぼっち僕あの両親が働いてたから、うんうん、それでかけてねずっとねあの寂しさ紛らわしたっていうのがあるんで、うん、実はだからそういう人たちのためになんかね仲間を感じられるような曲をかけたから、だから一人じゃないのは、うん、そういう意味だったんですよ。だからね、面白い大人のようで、うん、ちょっとまともだったんです
いやいや、それに年明けぐらいから気づいてない、人も面白くないじゃねえか。いやいや、疑ってませんよ。そんなことは言ってません。面白さ、いろいろな面白さがあるんですから。いやいやいや、まともな大人は自分のことをまともって言わない、うん、いやほら、振り出しに戻る、振り出しに戻っちゃうでしょ。はいはい、青春貴族は中村雅俊さんのデビュー曲、ふれあいのカップリング曲として1974年にリリースされました、うん、2015年にはドラマ民王の挿入歌として主演の菅田将暉さんがこの曲を歌っていたというのもありました、はい、ではお聴きください。中村雅俊さんで青春貴族です。どうぞ。これらいのカップリングなんですね。平面でしたね。はい、まあ 実はこのシングル僕も持ってたんですけどね、子供の、心の出来は最高さっていいですね、はい、なんか今聞くとこういう曲ってね、くすぐったように思えるけど、うん、なんかやっぱり原点っていうか、僕は子供の頃やっぱこういう青春ドラマで、うん、あの感動してたから、はい、うん、こういう感じですよね。ね、時代変わってもね、こういう根本的なとこはね変わらないでほしいな、やっぱこれみんなで歌う曲ってやっぱ作曲泉拓さんっていうのもね、泉拓さんも劇団お持ちだったから、そのフォーリーズっていうね、あの僕らも劇団 の、 あのミュージカル見させていただいたりとか、しましたけどね、やっぱ昭和あの原点にというか、実はその始めた当初、あの池田さんっていうプロデューサーとよく喋ってたのが、あのやりたいことっていうのはそういうなんか70年代じゃないけど、そういう良かった時の、あの歌謡曲だったりとかディスコソング、かけることだよねみたいなことが始まったんで、ちょっとやへ、あの入れさせていただきました。はい、さあではですね、いよいよ、はい、最後の選曲となりますが、それが最後になるんだ、はい、うん、これがね僕ね、先日もちょっとやってた舞台ありまして、その挿入歌というか BGM も使わせてもらったんですけど、なんか、あのこういう曲はね、なんかあの僕舞台で使いたがるんですよね。なんか好きな曲でね、あの友達はいいもんだという、あ、それこそあのお父様がレコード買ってらっしゃる中の、そんなこういうの入ってました。だからね、そう、これコロンビアで、これ音はゆりかご会になってますが、あの僕の記憶ではコロンビアゆりかご会、コロンビアゆりかご会が歌ったような、そのいろいろクラリネット壊しちゃったであったりとか、家にいっぱいありました。とにかくこういうレコードが、だから結局は好きな曲っていうとこんなになっちゃうのよ、子供の頃それになっちゃう。だからあの僕も、僕らは本当にあのペギー葉山さんでも育ったし、ドレミの歌は絶対ペギー葉山さんだったしね、はい、その中でもやっぱこの歌が一番、一番なんかね、オールフォアワン、ワンフォアオールの気も、あの感じをね、一番感じれる曲なんだよね、ね、皆さんご存知だと思いますけどね、はい、改めて、はい、友達はいいもんだは1977年に発表された曲、劇団四季のミュージカルユタと不思議な仲間たちの劇中歌として歌われて、後に合唱曲として親しまれている一曲。あ、もともとは劇団四季の劇中歌だったんですね。どっか外国の歌をね、日本語に訳して歌ってるような、あ、勝手なイメージしてましたけど、日本生まれなんだこの曲。そうですね、もうやっぱ卒業式を迎えられなかった方たちに捧げたいですね。そうですね、はい、ではお聞きください。音はゆりかご会で友達はいいもんだです。この曲合唱しました。やりました、思い出した、そうですね、いいよ、みんな一人のために、一人みんなのために、今改めて、ね、こんなことを学校で僕ら教わってきたはずなんですよ、世の中そんな大人一人もいないもんね。なんでだろう。一人もいないことはないですけど、まあ、まれにいますけどね、なんかね、ちょっとね、変わってっちゃうな、しじがらい世の中を今ね、子供たちに見せてるような気もしますんで ね、 ね、そうですね、この曲を聴きながら今思った、俺がこれからすべきことは、今日で俺のこの回、この、 あのコーナーは終わってもね、次の人が、あのダメな時に俺がピンチヒッターで必ず来るってとこ。あ、そうしましょう。もう何曜日でもいいの、これは。あ、そうしましょう。ピンチヒッターと言ったら俺なの。もうこの番組の。もう昔のヤクルトの杉浦みたいなもの。はい。ピンチヒッターと言ったら俺は出てくる。ピンチヒッターといえば力さん。そうなの。ミスターピンチヒッター、これいいね。いいですね。ぜひこのコーナーはなくなるけども、今後もそういった形でお付き合いいただけると嬉しいです。やっぱりね、別にピッ、もう俺はピッチャー4番じゃなくていいの。もう今ピッチャー4番はスノーマンだから。私もうミスターピンチヒッターで、ぜひぜひ、はい、もうそうなると玉結び本当にありがたいです。頼もしいよね、頼もしい、自分で言うこともないけどね。いやいやいや、ニキさんがいるからみたいな。でも改めてね、本当にニキさんに曲を教えていただいて、はい、ね、最後の曲なんか特にね、多分子供の頃以来じっくり聴いたのは初めてって、久しぶりの方多かったと思いますけど、だって300曲以上ね、ニキさんが選んでくれたんです、今もこの8年間で、私子供の頃この曲合唱でそれこそ歌ってた頃に、
の大スターがやっぱ少年隊の日記さんだったから、うん、こうやってお仕事ご一緒させていただいている以上、うん、あんまりなんかそう大スターでファンでしたみたいなことは、うん、こうちょっと封印しなきゃと思ってやらせていただきましたけど。そうですか、ありがとうございます。まだ僕らが、僕がまだスタメンの時代ですね。いやいやいや、今もベンチにはベンチにいますよ、ベンチにはいますよって、うん、どういうフォローなのか分かるんですけど、はい、です本当にありがとうございます。ありがとうございます。日記さんいかがでしたか。はい、ね、タマムスビこんな感じで、ね、だから僕らが思ってる以上にやっぱ大変だったでしょ、うん、これ。でもね、選曲は、まあ、有限、選曲とほら魅力は有限なんですけど、いや、魅力はどうか、ね、うん、ただやっぱ月一でしょ、うん、月一だけど割とその、うん、まあ、また打ち合わせがあるよとかって2回ぐらい行くんですよ、うん、1回は打ち合わせで行きますから、ね、そうするとね、はい、うん、月一でやってるとね、うん、月一なんだけど1年早いんだよね、なぜか。そうですよね。でこの季節になるともうこれとかやると、うん、ね、うん、俺だって自分でだから深夜放送やってたのって、まあ、2時間のね、はい、生放送だったけど、うん、2年しかやってないけどその2年のがガゼン長く感じたもんね、毎週生放送やってた時の方が、うん、玉娘 がすごいね追い立てるようにできたのやってしまったという、ね、早く曲を教えてくれ、玉娘が面白かったのかな。とんでもない、うん、俺の歴史から玉娘は外せられない、うん、わー嬉しい、そう言っていただけると、ね、引き続きといったところですね、うん、はい、はい、はい、うん、ぜひ、ね、うんうん、このご縁は切らないでということで、はい、お願いいたします。はい、はい、ニキさん演出の舞台来月から上演されます。こちらご紹介させてください。坊ちゃん劇場第15作岡山桃太郎伝説鬼のレクイエムです。はい、脚本羽原大輔さん、音楽岸田聡さん、演出がニキさんによるタッグは3作連続となります。はい、古代の岡山吉備の国を舞台に鬼と呼ばれる高青年浦と大和の国から鬼退治の命を受けた桃太郎の友情を軸に展開する物語です。はい、うん、住民を苦しめていると思われていた鬼が実は特殊な製鉄技術を持つ高青年だったという設定で、うん、全国的にも珍しい桃から生まれていない桃太郎が活躍するということです。はい、来月から1年を通して公演されるということで、はい、うん、日程など詳しくはおっちゃん劇場のホームページご覧ください。まあ、実は今月の15日まで本当はやっている予定でした。瀬戸内行進曲というのが、休演になってしまったのもあってね、チケットとか取っていただいた方たちがいると思うんですけども、うん、本当に申し訳なかったってことと、はい、まあ、これまたさらに、うん、もしお時間あればしていただいたらその分、うん、さらにリベンジで頑張りますので、ね、はい、よろしくお願いします。はい、我々もちょっと舞台拝見しに行った時は、うん、はい、四国に来ることないですか。ニキさんの楽屋とかバンバンっていいですか。ね、ぼっちゃ劇場にね、僕の楽屋ないんです。はい、あ、そうかそうか、そうですね、はい、舞台の事務所にガラを置かせてもらってるだけだ。事務所、じゃあ事務所を訪ねます。そうなんです、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。少年隊のニキこと錦織一清さんでした。本当にまたぜひ、はい、遊びにいらしてください。はい、ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。 TBS ラジオ玉結び。玉結び。TBS ラジオ赤い玉を玉結び。そろそろお別れのお時間です。はい。明日のパートナーは土屋レオさんです、うん、2時からはレオ飯店、明日は水筒の特集です、はい、3時台の面白い大人は、レオさんの鉄道のお友達でもある、うん、モデルでタレント市川さやさん来てくださいます。はい、お聞きの TBS ラジオ、この後アクションスタジオの仕切りカーテン開きまして、水曜パーソナリティクリピーナッツの DJ 松永さんと高坂理香さんです。こんにちは。こんにちは。お願いします。お願いします。お願いします。今日はどんな感じ。今日は、こうシマダスとい う,、うん、こう日本の島の情報がこう全部詰まったこうデータブックを作ってる方がこういらっしゃるんですよ。分厚い。本当ですね。これは広辞苑ばりの分厚さ、うん、ね、1700ページ以上あるんですよ。でそれが15年ぶりに書いてリニューアルされたそうで、ちょっと話題沸騰中らしくて、もう日本に島6000以上あるらしいんですよ。6000以上か。そうそう、でとにかく島の知らないことがいっぱいあるので、それを今日話いっぱい伺おうかなと思っております。はい、ぜひ聞いてください。はい、はい、アクションこの後3時半からです。よろしくお願いします。ということそうなのよね。だから日記さんがさ、うん、もう最後まで言えなかったですけども、うん、帰るの早いのよね。毎回そうなんですよ。我々ちょっとしたプレゼントとかなんかお花をとかいう、まなんかバーみたいなね、うん、そうそうそう、もう押し付けるようにも私するしかできない。毎月早かったけど今日はもう特に早かったから。日記さんは本当になんかこうテレ屋さんっていうか ね、なんかこうね、素敵な大人ですもんね。そういうところは ね、もう本当に業界のね大先輩でさ、はい、僕らみたいなさ、はい、なんか何の音楽の知識もないような、うん、
はい、もの相手にねやりづらかったと思いますけどね、うん、いつも笑顔で優しく、本当いろんな曲教えてくださって、うん、改めてありがとうございます。本当に呼びましょうね、うん、そうそうそう、引き続きよろしくということ、スーパースターだけど気軽に呼んじゃいましょうね、うんうん、はい、はい、ということで水曜日玉結びお相手は赤江珠緒と博多大吉でした。それではまた明日です。